はい、こんにちは。レクセン認講師の矢島です。まずはね、平成30年度の司法試験、大変お疲れ様でした。まあ、試験の結構科目によっては傾向が変わってね、びっくりされた方も多かったんじゃないかと思いますけれども、とりあえずね、まあ、無事に試験を、まあ、乗り越えてね、ここまで、まあ、来られたことにね、まあ、本当に良、まあ、かったと思っております。で、本日はとりあえず今日試験が最終日からですね、まあ、ちょうど6日経ったところで、でなんとかね、再現答案を、実際に試験を受験した人の再現答案をね、いろんな人にお願いして、それでまあ帰ってくれば、まあラッキーぐらいな一か八かの賭けでね、それでこのちょっと試験終了後6日目に再現答案の分析会をやるという形でやったんですけど、まあ、なんとか全科目揃いまして、このねレジュメを皆さんにお配りすることができました。で、レジュメは全部で2種類ありまして、まず1つがこのね、問題文と再現答案というふうに書かれているもので、こちら問題文と再現答案が入っております。で、広報系と民事系の再現答案に関しましては、予備試験に合格された方で、かつ今年ね、司法試験受験された方の答案で、で刑事系のやつは今年の春にね、ロースクールを卒業された方の、まあ、答案ですね。まあ、ちょっとこう、レックの方にこう届いた順でとりあえずこう掲載を、しております。まあ、そんな感じで、このレジュメができてますね。あともう一つは講師オリジナルレジュメということで、まあ、再現答案の方でちょっとこう説明が足らないなっていうところに関しては、こちらの、ね、オリジナルレジュメの方で補足を、していきたいと思っております。で、まず最初憲法のところを行きましょう。憲法ね、出題形式がものすごく変わって、特にまあびっくりした科目の一つ、まあ、刑法も結構すごい変わったんですけどね、この憲法なんかもかなり、出題形式が変わってびっくりした科目の一つになりますね。で、2ページの、ところなんですけども、まずこの出題形式の、ね、変化、縦1のところになってきます。まあ、昨年までは、ね、ある法令や処分の処分が違憲であるとの、まあ、主張と、ね、その主張に対する反論、そして最後皆さんが自分の見解を一生懸命書くという、まあ、パートで構成されてたんですけれども、今年からはこの、まあ、2つ目のブロックのところですけど、あなたがこの相談を受けた法律家こうであるとした場合に、本条例案の、ね、憲法上の問題点についてどのような意見を述べるかという形で、もうまず大きくこう形式が変わってますね。今まではこう3者の立場でこうね、論述をしていくようなところから、そこがね、もう大きく変わっていると。で、条例、このね、本条例案のどの部分がいかなる憲法上の権利との関係で、まあ、問題になり得るのかを明確にした上で、参考とすべき判例や、まあ、想定される反論を踏まえて論じなさいという形で聞かれておりますね。まあ、こんな感じの、ところで今度次のブロックのところなんですけども、まあ、今後ちょっと こういう問題に対応するにはですね、やっぱ問題文しっかりいろいろこう、どういうことをね、皆さんに回答を求めているのかということに関して結構誘導が詳細になってますので、まあ、しっかりね、その誘導を読み解いていく必要が出てきますね。まあ、それがその、3つ目のブロックのところに、まあ、書かれてますね。まあ、本文の問題文は上記のような設問の形式面の変更に加えてね、まあ、いろいろ会話文が、行政法の、まあ、司法試験の論文試験って今まで会話文が入っててね、会議録が入ってて、まあ、その、会議力に従って、まあ、誘導に乗っかって回答していくよっていうような形式でやってたんですけど、憲法もなんかそんな感じに近づいてるなという感じですね。で、誘導の一例なんですけど、問題文で、ね、読んでいくとね、今回の憲法、要はいろんなこう検討対象が一見含まれているような感じで、まあ、多分詳細に分けちゃうとね、まあ、ちょっと細かい話ですけど、両罰規定みたいな条文もあるから、そんなところまで例えば考えちゃうと、もう検討対象があまりにも多すぎて、まあ、困っちゃうんですよね。そこでちょっとこう誘導を、ね、しっかりこう全体的に見て、どこのところを中心に、ね、こう書いていかなければいけないのかっていうのを結構考えていく必要が出てくるんじゃないかと思うんですよね。思いついたことを6個も7個も8個も、ね、論点書いちゃうと一個一個浅くなっちゃって、そんなのもう誰が書いても同じような答案になっちゃうから、でそんなのちょっと交差員が求めてるとは思えないんですよね。なんでちょっとこう誘導をしっかり、ね、分析するっていうのは大事なのかと思います。で、ちょっと誘導の一例っていうところ、2ページの真ん中辺のちょっと下のところなんですけれども、誘導の一例というところですね。まあ、X がね、まあ、X のところかですけど、いろいろな意見がありますし、まあ、規制は必要な範囲にしたいと考えて検討しているのですが、条例でこのような規制をすることは憲法上問題があるのでしょうか。で、するとこうがね、ここ結構大きなヒントになっていると思うんですけど、規制の対象となる図書類の範囲や規制の手段内容について議論があり得ると思いますと。で、図書類を購入する側と、まあ、この販売等をする店舗の双方の立場でそれぞれの権利を検討しておく必要がありますねと。で、ここは多分外せないところだと思うんですよね。要はね、わいせつなこう、ね、図書類なんかのちょっと販売を規制する、まあ、条例をまあ作っている、まあ、そういう事案なんですけど、書類を購入する側、それと販売等をする店舗の双方の、ね、権利、それをまあちゃんと書いていかなければいけないんだということになってきますね。だから、まあ答案少なくても大きくナンバリング2つできますよね。購入する側としては、まあ、例えば岐阜県青少年保護育成条例事件判決なんかをまあ参考にすると、知る権利なんかが
一つこうね出てくるんじゃないかと思うんですよね。で販売する店舗の方としては、まあ、普通にあの営業の自由とかね、まあ、その辺に近いところの、まあ、権利が思いつくんじゃないかと思います、まあ、そこがまず大きく2つあのこう権利が出てきますよね。で今度次、図書類を購入する側としては、でこれがね規制図書類の購入ができない青少年とあと18歳以上の人をまあ想定しておいてくださいということになってます。で岐阜県青少年保護育成条例事件もやっぱこういうあの2つの立場の人がねちょっとこう想定されたあの事案だったんですけど、まあ、そういう点でこう結構ね判例をしっかり勉強しているとあの書きやすいこの図書を購入する側の権利に関してはね結構書きやすかったんじゃないかと思うんですよね。あとはこのまたっていうところで販売等をする店舗としてはねこちらまあ営業の自由絡みになると思うんですけど条例の規制による影響が想定される3つのタイプの店舗があるんだと。でまずあの第1にっていうところね、あですいません、ね、これは一応問題文読んでることを前提にあのやってますのでね1つの科目がねだいたい24分ぐらいしか今日180分 で間10分休憩入れようと思ってるんですけどあの1科目24分しかできないですよねというわけですいませんちょっとねあの忙しいですけど問題文ちょっと読んでることを前提にやらせていただいておりますので、でまたねこの店舗等をこの販売等をする店舗としては、まあ、条例の規制による影響が想定される3つのタイプの店舗があるんだってこと でまずこれ第1、これまで日用品と並んで規制図書類を一部ね販売してきたスーパーやコンビニなんかね、これはあのこの今後、そういうわいせつな図書類売れなく、まあ、なってしまうんですけども、まあ、そこのところをまあ考えてくれと。で第2にっていうところですけどこれはあの規制区域ですね、まあ、学校とかその近く一定の区域ちょっとこの一切もうねわいせつ図書を販売できないような区域に設定されちゃうんですけどその規制区域となっている場所で、規制図書類を扱ってきた店舗、まあ、そこの、ね、人権を考えてくださいっていう話になってますね。でちなみにあのこれね条例の8条の1項から4項がねそれぞれ対応してまして第1っていうのは条例の、ね、8条の1項ですね日用品なんかをこう、ね、扱っている店舗ではこういうわいせつな図書類売れなくなっちゃうんですけどもそこに対応してるんじゃないかと思うんですよこの第1のところは。で第2は学校等、まあ、要はそういうね、ちょっとこう一定の規制物件の一定の区域の範囲内ではもう一切そのわいせつな図書類が売れなくなってしまうんですけどもそれは条例の8条2項に対応してるんじゃないかと思うんですよ。そんな感じで、まあ、よくよく見ていくとねあの、そういう感じのところが読み取れるんじゃないかと思うんですよね。で今度またあの私のレジュメの、ね、2ページの一番下の、まあ、下から3行目で今度第3にってところですけど規制図書類とそれ以外の図書類を扱っている書店やレンタルビデオ店でこれおそらくね上の第1第2との関係で見ると条例は全部であの8条の1項から4項まであるんだけど第1が1項で第2が2項なんで第3は多分ね3項と4項を想定しているんじゃないかと思うんですよね。3項はちなみにあの青少年に対してはもう区域もねあの店の種類もとにかく関係なしに一切青少年に対してわいせつな図書類が販売できなくなっちゃうんですよね。で4項っていうのはあの規制区域外でかつ1項の要は日用品を、ね、売るような店舗に当たらなければ要は1項にも2項にも当たらなければまあわいせつな図書類売ってもいいんですよ。青少年に売ることは3項で禁止されてますけどわいせつな図書類売ってもいいんですね。ただあのちょっとこうそこをねあのそのわいせつな図書類とそれ以外のこの販売区域をなんかこう壁とドアかなんかでね扉かなんかでまあ区切んなきゃいけないと、まあ、よく皆さんがあのいろいろ大きなあの何かスーパーとかなんかに買い物を行った時にねこうわいせつなものが売られてる場所ってなんかちょっとこう、まあ、こうカーテンがかかったりとかなんかそういうのもしかしたら皆さん見たことあるかもしれないですけど、まあ、ああいうのをねあの、まあ、ちゃんとこう扉でやんなさいって結構まあカーテンじゃなくて扉でやんなきゃいけないっていう点でちょっとあの費用がかかるから、まあ、結構規制の対応としては厳しいんじゃないかとも思うんですけど、まあ、そういうこの第3のところっていうのはおそらく3項と4項を念頭に置いたものなんじゃないかと思うんですね。というわけでここのところの最後のこれあの会話文の最後の方にこれ書かれてたんですけどここのところが読み取れれば最低限書かなければいけないことはなんとか守りの答案でできたと思うんですよね。でその他ねいろいろそのここの手前にまあいろんなこと書いてあるんですけど例えばこの3ページ見てください。まあこれを書くかどうかっていうのはちょっと別なんですけど縦に論点抽出の参考となる会話の一例ねまず最初のブロックのところですがこう、具体的にはどのようなものを規制の対象とするのですか。で X ね規制の対象となる図書類はでこれはあの条例7条絡みなんですよね。今年の問題はね条例何条との関係でどんな憲法の権利が問題になるかって聞かれてるから前のページでは8条の話をしました。でこちら7条の話に、まあ、なるんですけれども
まあ、規制の対象となる図書類はね、この条例案の7条に記載しています。日々発行されるさまざまな出版物等を適切に規制の対象とするため、市長等が規制の対象となる図書類をね、個別に指定することはせず、なんか岐阜県青少年保護育成条例事件のね、なんか事案とすごい似てますけどね、まあ、要件に該当する、まあ、図書類が自動的に、ね、規制の対象になるようにしたんですよと。で、性交、性交類似行為や衣服の全部一部をつけないものの卑猥な死体を撮影した写真、動画などの画像とね、これらを描写した図画を対象とした、かつね、ことさらに性的感情を刺激するものであることが、まあ、要件になる。これが規制の、まあ、規制対象の要件になってくるんだと。で、このような画像や図画が含まれている書籍、雑誌などをね、まあ、規制図書類としましたと。で、この7条の合憲性がどういう形で問題になるかというと、まあ、ちょっと下に矢印の下に書いておきましたけど、まあ、これ罰則規定、刑罰による罰則がついてるんで、まあ、刑罰法令の明確性の原則ですね。まず徳島市公安条例事件判決なんかを想起して、ね、まあ、通常の判断能力を有する一般人の理解において、ね、その適用を受ける場合と受けない場合とかちゃんと読み取れるかどうか、まあ、そういう基準でまあ判断していくことにはなっていくと思うんですよね。それから過度に広範、ゆえに、ね、無効、まあ、仮にこれが明確だと言えても、ね、ちょっとこう規制対象が広すぎちゃって、まあ、過度に広範ゆえに無効なんじゃないかという形で、こういうところが一つ問題になると思います。あと実際岐阜県青少年保護育成条例事件では検閲の該当性も問題になったんですけど、ただ検閲に当たらないことはもう当然だからね、まあ、そこはちょっと書いてもしょうがないんじゃないかと思うんでね、いくらなんでもどうせ書いてもその検閲に当たらないってもう書いて終わっちゃうじゃないですか。明らかだからそこはまあ書かない方がいいと思うんですよ。他に書くことが、まあ、いっぱいありますので、なので、まあ、この7条のところでちょっと書くとしたらこの明確性、がないということでね、まあ無効になっちゃうんじゃないか、まあ、要は文面無効ですね。ここのところ全部ね、明確性がないからまあ文面無効になる、あるいは過度に広範、仮に明確だとしてもね、まあ、ちょっと規制対象が過度に広範だから、まあ、文面無効になっちゃうというようなところが考えられると思います。あともう一つこの次のブロックのところなんですけど、こちら法律、条例、法律の範囲内のものといえるかという憲法94条の適合性の問題なんですけれども、まあ、こうのところですね、刑法175条で処罰の対象となっているね、わいせつな文書等にはね、当たらないものもこの条例では規制の対象となるのですね。そうです、刑法上のわいせつな文書等に当たらないものももちろん対象になります。で、刑法上のわいせつな文書等に今該当すればね、反復陳列自体が犯罪行為となるわけですから、むしろこの条例では刑法で処罰対象とならないものを規制することに意味があると。これ要は横出し条例ってやつだよね、法が規制していないものを、まあ、条例で独自に、まあ、規制、するようなもののことを、横出し条例、なんていうことがありますけど、まあ、これがね、まあ、憲法94条との関係でね、合憲と言えるのかどうか、法律の範囲内のものと言えるのかどうか。で、これ徳島市、やっぱこれもね、公安条例事件で、まあ、法と条例の趣旨目的を読み解いて、まあ、矛盾抵触するとこの憲法の、ね、94条に反して違憲になるんですけど、その矛盾抵触があるかどうかってことになると思うんですよね。で、基本的には多分ね、これも、まあ、目的は多分ね、同じなんだと思うんですよ。で、多少その各地域によって、まあ、何がこうね、性風俗にこう、まあ、反するかどうかってところは多少地域差が あってももしかしたらいいのかもしれないというふうに思う言うんであれば、まあ、結局、まあ、目的同じで、まあ、特にしかも、法はね、その全て全国一律に何か規制する趣旨じゃないんだ、独自にね、その規制することも許してるんだとかっていうふうに考えるんであれば、まあ、やっぱこの94条にもまあ違反しないから違憲になっちゃうと。あと、まあ、ちょっとこう常識的に考えて、結構世の中ね、この迷惑防止条例とか、その痴漢絡みのね、迷惑防止条例とかありますけど、その刑法の強制わいせつ罪とか、そういうわいせつ絡みの犯罪に当たらないようなものでも、結構条例で世の中規制されてるのを皆さんご存知ですかね。で、そういうところの、まあ、ちょっとこう常識があると、まあ、これなかなかこれぐらいのものだったら違憲になりにくいのかなっていうところもあると思うんですよ。なので、まあ、そういうところを考えたときに、まあ、どうせ書くことだからみんな同じような感じになっちゃうと思うのよ。徳島市公安条例事件判決の規範を出してね、要はその趣旨目的矛盾抵触する文言だけじゃなくて、趣旨矛盾抵触するかどうかで見ていくんだって形でやって、でその後当てはめもみんな同じような形になっちゃうと思うんですけど、そんなことをねやってるんだったら、多分その前のページの8条のところをしっかり書いた方がもしかしたら、まあ、良かったのかもしれないですね。全部表面的な答案にしちゃうよりはね、ちょっと勝負するところを作って、やった方が良かったのかもしれません。ただ実際に交際員がどんな答案求めているのかっていうのは、まあ、今回取材傾向が変わってしまいましたので、やっぱりこの、秋以降ね、9月以降に出題の趣旨とか、あとさらにその後になると試験構成員が採点時間、出してくるはずなんですけど、まあ、それを見ないとちょっと分かんないんですよね。広くもう浅く書くことを求めるようになったのか、まあ、それともね従来通りやっぱ深く思考することを求めていたんだけど、構成員の方が、まあ、最近、結構ガラッとこう変わってしまってね、まだこう受験生がどれぐらいの答案をその2時間で書けるかどうかってことが分かってなくてですね、まあ、ついちょっと問題やりすぎちゃったのかね、まあ、そこのところちょっと今の段階だとちょっと分かんないんで、まあ、採点時間見て今後ね、ちょっともっと具体的な
対応の仕方を考えていかなければいけないんじゃないかと思ってますね。であとはですね、次のページのところなんですけれども、ちょっと八条絡み、要は知る自由と、営業の自由ね、購入する側の知る自由と売る側の、販売する側の、営業の自由との関係なんですけど、例えばこの4ページの、2個目のブロックでちょっとメモっていうところなんですけど、例えばこの知る自由につきまして、例えばほら青少年保護っていうこととの関係で、本来知る自由ってやっぱ一番厳しい基準で審査されそうじゃないですか。でもその今回やっぱこの青少年保護っていうね、観点からの規制なんで、ちょっとこう緩やかに岐阜県青少年保護育成条例事件の伊藤正美裁判官が、補足意見でちょっと述べられて、おりましたけどね、 LRA の基準とか明白現在の危険みたいな基準っていうのはそのまま青少年の場合には適用されるわけじゃなくて、ある程度ちょっとこう緩やかになる、緩和されるんだっていうようなことが言われておりましたから、そういうところを、ちょっとこうね踏まえて考えていくと、ちょっとこう中間審査基準になってくるじゃないかと思うんですよね。と同時に営業の自由絡みで考えてみればね、実際規制目的に分論なんでそのまま使う見解今ないですけど、仮にとりあえず今ここで話を単純に考えるとして、二分論に立って考えるとしてね、そうすると目的が消極なのか積極なのか で特に消極目的だと、ちょっとこう、規制立法の合理性を厳格に審査するんだってことで、要はLRA とかね、あるいはその厳格な合理性の基準とか、あるいはその中間審査基準と言われているもので、やるじゃないですか。で今回青少年保護っていう観点から、消極目的でしかも規制の対応が厳しいとですね、やっぱりその裁判所っていうのは人権救済機関ですから、本当にそんな制約が憲法的に許されるのかどうかってことをやっぱ厳格に見ていくことになっていくんですよ。というわけで、消極目的だっていう認定とか、あるいはその規制の対応がね、その条例の確保を見てちょっと規制の対応厳しいなというところを指摘すると、その経済の自由の中ではわりかし厳しい基準、要は厳格な合理性の基準とか中間審査基準ね、そういうところが使えるんじゃないかと思うんですね。でそういうふうに考えた場合は、結局審査密度が同じような基準で、知る自由も営業の自由も審査を、していくことにはなっていくのかというふうに思ってますね。あるいはその他、皆さんが自分なりに何かこう考えたことを書いて、ですね、異なった基準で審査するっていうのもありだと思いますけどね、いろんな考え方ができるんじゃないかと思います。でちなみに青少年の保護の場合、ちょっと今基準が緩やかになるって話を、ちょっと口で、口頭でお話しましたけど、それちょっと3ページすみません戻ってください。3ページの一番下の、ブロックのところなんですけれども、項の規制の内容方法はどのようなものですか。で X ね、8条に4種類の規制を定めています。でこの矢印のところ、最後の本当に一番最後のところですけど、8条1項2項3項4項の合憲性で中のところですけど、項と X の会話文にね、図書類を購入する側と販売等をする店舗の双方の立場でそれぞれの権利を検討していく必要がありそうですねとあるので、例えば図書類を購入する側の自由として知る自由で、売る側で営業の自由でね、で条例8条各項のうち問題となるものの合憲性を検討するといいんじゃないかと。で知る自由についてはね、さっき言った岐阜県の、事件の伊藤正美裁判官の補足意見などを、参考にしまして、で次の、4ページいきますけど、青少年保護のための規制や、わいせつな図書類に接したくないと考える成人の利益を、保護するための規制は、わいせつな図書類を入手したいと考える成人の知る自由に対する、間接的付随的な制約に過ぎないという形で、評価しちゃうんですよ。本当は、こういう本を、気軽に買いたいと思っている成人にとっては、大変な自由の制約かもしれないんですけど、でもそういうことをこう、書くのはあまり一般的なちょっと価値判断ではありませんので、そんならちょっと成人にとっては、間接的付随的な制約に過ぎない。これ要は、規制の対応が緩やかだというふうに言ってるんですよ。規制の対応が厳しければ、それは本当にそんな、厳しい人権制約ができるのかということを人権救済機関である裁判所は厳格に審査しなければいけなくなるんですけども、規制の対応が緩やかだと、そこまで厳しくやらなくてもいいだろうということで、審査基準の厳格度を一つ、緩める、要素に、使えるわけです。そんな感じで、間接的付随的な制約に過ぎない、ということで審査基準の厳格度を緩和できるかどうかというのが一つ論点、になってくるんじゃないかというふうに思いますね。でちょっと、回答例を見ていきましょうか。こちらの再現答案、こちら予備試験の広報系と民事系の予備試験の合格者の、答案なんですけれども、16ページですね、こちらの、もう一つの冊子、問題文と再現答案という冊子の、ところの16ページのところをご覧ください。でこちらですね、思い切ってますよ。すみません、16ページ、これ行政法でした、失礼いたしました。憲法もっと前ですね、こちらね、6ページぐらいかな、6ページです、はい。でこれね、思い切って論点を随分絞ってるんですよね。例えばね、この大きく見てきますと、6ページの、この答案1ページ目のね、左上第1って書いてありますよね。まず購入する側
っていう形でここで考えてるんですよ。購入する側だから、まあ、知る自由の項目をここで設けてますね。で今度ね売る側の方が、8ページの上のブロックですね、まあ、ページ答案の枚数でいうとちょうど5枚目のところになるんですけどね、この8ページの上のブロックの9行目のところで第2、これ店舗側で、こちらの憲法22条1項で営業の自由、まず大きくこういう構成にしてるんですよ。あとは中身見てるとね、さっき言った明確性とか、あと過渡に後半とか、あとその条例がね法律の範囲内かどうかとか一切書いてないですね。でこれでいいかどうかってのはもう分かんないですよね。まあ、傾向変わっちゃったから、まあ取材の趣旨とか採点実感が出るまで分かんないのね。広くもう浅くね求めるようなそういう問題だったんだってことになっちゃうと、これはだいぶ論点を落としてることになるから、その点でだいぶこう点数的に不利になっちゃうと、まあ、思うんですけど、でもまあやっぱりこうね深いところをその一つの論点に関して、まあ、深く書いてくれれば、まあ、それなりの点数を上げるんだっていうような採点基準でやってるんだったら、まあ、これはこれでそこそこ深いことを論点絞り込んでるんでね、要は8条のことしか書いてないんで、すごく論点絞り込んでるんで、まあ、それは深いとはなってるんですよ。全部をこう広くやるよりはね、なのでまあ、ここのところがどう評価されるのかってところが一つ面白いところなのかと思いますね。でこの点、この答案のね、まあ、ちょっとこうよく考えてるなって思うところは7ページ、このレジュメの7ページのところで、やっぱこの岐阜県青少年保護育成条例事件判決を意識してるんですよ。まあなんかちょっと設問の方にもね、なんか判例なんかをまあ早期想定しないといけないみたいなこと書かれてたんですけど、その点でまあ今回この岐阜県のまあ事件、をちょっとねこう考えながら、それとね踏まえながらまあ論じてるんですけど、7ページのね下のブロックのカッコ6、4行目、のとこですけど、これに対し岐阜県青少年保護育成条例事件判決を援用して手段が相当性を有するとの反論が想定されると、で以下私見を述べると、で岐阜県の事件との違いをね分析しているところがこの7ページの下のページのね、11行目以下のところなんですよ。こういうところがまあどう評価されるかは分かんないんだけど、でもまあなんか自分で考えてるところをね、こう出してるんで、もしかしたらいい評価を受けられるかもしれないかなと、でちょっと読んでいきますとね、この7ページの下のページの方の11行目、1、対面での販売が、要は岐阜県の事件、本件ではね岐阜県の事件と違って対面での販売が問題になってると。岐阜県の事件は対面販売じゃなくて自動販売機にね、まあ、そういうわいせつな本を収納するっていう事件だったんですけど、まあ、対面での販売が問題となっており、で昼夜を問わず購入が可能というわけではない上、青少年も書店での購入を制限されることから上記判決とは事案をことにするということで、まあ、その判決は援用できず手段の実効性相当性をまあ審査するんだという形ですね。要は岐阜県事件と同じような事案だったら、まあ、やっぱり青少年保護っていう観点からね基準が緩やかになるんじゃないか、でもそうじゃないんだと、でこれが正しいかどうか分かんないんだけど、でもこう自分なりの考え方をこう書いてるというところでちょっとこう評価、ね、されるんじゃないかというふうに思ってますね。まあ、こんな感じのところがちょっとこうね印象的な答案ですね。あとですね、8条のそのまあメインになるんじゃないかと思われる8条のね条例8条の合憲性、まあ、1項と2項と3項と4項のまあ合憲性があるんですけどね、1項は要は日用品とまあ一緒にこう日用品を売ってる店舗ではもう一切扱えないんですよ、わいせつな図書類をね。で2項の方はその学校とかから200メートルとかね、その一定の規制区域の中ではもう一切売ることができない。で3項はその青少年に対してその規制区域、要は1項と2項にこう当たらないような店舗が多分想定されていると思うんだけど、3項で青少年に対しては一切そのわいせつな図書を売れない。で4項の方は、まあ、そのね、わいせつな図書を売るんだったら、まあ、それ以外のものとちゃんとこう、ね、壁とドアでまあ仕切って、ね、置きなさいっていうまあ法律なんですけど、例えば皆さんこれを答案に書くときにナンバリングの仕方ね、条例8条1項についてってやってさ、でそこでその1項のためだけの審査基準を定立して当てはめしていくか、で、まあ、2項だけのために審査基準定立して当てはめ、で3項のためだけに基準定立して当てはめ、4項のためだけに基準して定立して当てはめってやるかどうかなんだけど、まあ、それやれば丁寧なんじゃないかと思うんだけど、実際時間が足んなくなるはずなんですよ、そんなことをやってしまうとね。でこの答案はね、そういう点ではそこをまとめてるのが分かると思います。例えばこのレジュメの、この再現とは8ページのところですけどね、このレジュメの8ページの、ところの上のページのところのですね11行目ね、本条例8条1項2項4項、なんか営業の方はね営業の自由に関してはなんか1項と2項と4項取り上げてるんですよ。だからこの人3項も捨ててるんですよね、営業の自由に関してはね。その前のページの知る自由に関しては、まあ、知る自由に関してね青少年絡みの3項落としちゃったらしょうがないからそっちは3項入れてるんですけど、営業の自由の方はねもう3項捨ててるんですよこの人。だからこれ多分考えてやってると思うんですよね。
多分全部書くと浅くなっちゃうからね、ちょっと深くやっていこうって思って多分やってると思うんですけど、でこれね基準まとめてるんですよ。この1項2項4項1一つ一つナンバリングしないで同じ基準立てて、で当てはめも一緒にこの回答例で言うとね、上のブロック8ページの上のブロックの括弧4のところから当てはめ始まってますけど、ナンバリングで言うと括弧4の あより下のところですかね、いうえで、それぞれほら例えばいのところだったら8条1項についてやってるでしょ、でうのところだったら8条2項について当てはめしてるんですよ、でえのところだったら8条4項について当てはめしてるんですね。というわけでこんな感じでまとめてやってますね。まあとにかくなんかこう工夫していかないと多分こう時間内にうまく書けなかったんじゃないか。ではまずこの書くべき論点を絞り込むっていうことと、あと書き方ですよね。その基準を本当は多分バラバラに書いた方がもちろん丁寧なんだけど、それをやってると当然2時間の試験の中で中途半端になっちゃうと書けないっていうことになっちゃうとしょうがないですから、まあ、そこは自分のこのね出力に応じてね、工夫してやってるなというところが見て取れるんじゃないかというところですね。で、まあおそらくこれだいぶさっき言った通り誘導からするといろいろ論点を外しちゃってるような感じはするんですよね。特にちょっとまた、こっちの講師オリジナルレジュメの方をちょっと戻ってもらいたいんですけど、特にちょっと誘導されてるところがあれかな、4ページのですね一番最後のブロックですね、ここなんですけど、この条例案による規制に反対する意見はないんですかということで、で X のまず一発目のところなんですけど、規制の対象が広すぎるっていう意見で、これもしかしたら過渡に広範っていうところをちょっと争点にしてほしかったんじゃないかってことは改めて言ってるかもしれないんですよね。であと次のところはこのまた以下のところはね、これ8条 の話になってるんですけどね、なので、まあ、ちょっと過渡に広範ぐらいもしかしたら書いていた方が良かったのかもしれないというふうに思える部分でありました。ただ実際試験って相対的なものですから、他の受験生ができなければね、別にそれ書かなくても別に何の痛手にもなりませんから、まあ結局のところはもう皆さん、受験した人の答案の出来次第で最終合否が決まってくるという感じになってくるんだと思いますね。まあそんな感じのところをちょっと憲法でね、印象を受けました。さてじゃあ今度行政法いきましょう。ちょっとね憲法の方はこれぐらいにしまして、だいたい1科目24分ぐらいしかできませんのでね、今度行政法の方に入ってきます。じゃあまずちょっと講師オリジナルレジュメの方をちょっと見てもらいたいんですけども、行政法に関してはまあ縦語5ページのところですね、設問1のところです。で縦1で、設問1は小問括弧1と小問括弧2に分かれておりまして、小問括弧1では D と E の、ね、原告定格、原告定格がなんかここ最近ずっと聞かれてるんですけど、また原告定格がまあ出てきたという感じになってますね。でここは書き方としては、ね、原告定格、これ処分の名当てにじゃなくて処分の、ね、名当てに以外の第三者の原告定格の問題なんで、9条1項だけじゃなくて、ね、2項、それから判例がいろいろ判断枠組み出してますけど、その辺のところ例えば踏まえて、ね、判断枠組みなんか構築するといいんじゃないかと思いますね。で今度矢印のところですけど、本件許可処分により、ね、墓地 その、ね、許可の処分なんですけどにより D と E、ね、が受ける不利益、 D さんというのは、ね、その今回許可される大きな、ね、墓地の近くで、こじんまりと墓地を経営している人 で E さんはその近くで福祉事務所みたいな、ね、のを経営している人なんですけど、D と E が、ね、受ける不利益を除去する利益が法律上保護された利益に該当するかを見ていくんだと。で本文では、ね、墓地埋葬法10条とあと B 氏の条例が処分の根拠法令、この条例が要は、ね、9条2項の関連法令になるのかあるいはそれ以外なのかというと、今回処分の根拠法令になってるんだと思うんですよ。その許可要件の最低限のところを定めているというのが問題文の中に書かれてましたので、今回はこの条例も、ね、その墓地埋葬法と同じように処分の根拠法令になってきますね。そこのところはちょっと問題文の、ちゃんと、ね、事実関係から読み取って、いけば間違いはなかったんじゃないかと思います。というわけで本文では、ね、墓地埋葬法10条と B 氏の、条例が処分の根拠法令となってますので、これらの、ね、法令の解釈を通じて D と E さん、その、ね、こじんまりと近くで墓地経営しているようなそういう経営上の利益が法律上保護された利益と言えるのか、あと E さんね、近くで福祉事務所を営んでるんですけど、いろいろ環境悪化とかね、あとなんか大きな、墓地ができるとその、交通渋滞が起きるんだとか、そういうことをいろいろ言ってますのでね、そういうことがされてしまうと結局経営が成り立たなくなるということを言ってますけど、そういう利益をね、この墓地埋葬法とかあとその墓地埋葬法で規定されたその許可要件をより具体化、その最低限の要件を定めたね、その条例、から読み取れるのかどうかってところを見ていくといいんじゃないかと思いますね。で、この次のところね、 D と E の利益については、会議録にいろいろね記載が書かれてますね。でこの次ちょっと環境部長のちょっと会話見てきますけど、まず D についてで結構ねヒントが問題文の会議録の中にありますのでね、これはしっかりねこの誘導に丁寧に乗るようにしていくとみんな大体こう最低限のことが書けるんじゃないかと思うんですよ。ただ実際
やっぱ問題の量が多いんですよね、なんだかんだ言ってね。なんで、まあ、時間がいくらでもあれば多分みんな同じような答案をね、誘導に丁寧に乗って書けるんじゃないかと思うんだけど、実際にやっぱこう短い時間の中で、まあ、正確に文章を読んでね、それ内容を理解して、でそれをまたさらに答案の形にするっていうことになると、これだいぶ差が出ちゃうんですよね。これやっぱ普段からどれだけ、そのこういう形式の問題に慣れてるかどうかってところで決まってくるんだと思うんですね。まあ、行政に関してはやっぱり過去問演習ってすごい大事だと思うんですけどね、この形式に慣れていくと。で、まあ、環境部長、まず D についてはね、すでに D の墓地は余り気味で、空き区画が出てるそうだと。で、本件墓地はね、規模が大きく本件墓地の経営が始まると、 D は自ら墓地経営が立ち行かなくなるんじゃないかと懸念してんだと。で、ちょっと大事なところ線引いておきました。実際の問題文にはこれ線引いてないんですけど、墓地経営には公共性と、ね、安定性が必要で、墓地の経営者の経営、悪化によって墓地の管理が不十分となることは法の趣旨目的から適切ではない。だから結局ちゃんと法の趣旨目的読み取ってからね、処分の根拠法や墓地埋葬法と今回出てきている、まあ、条例なんですけど、そういったところからね、そういう墓地経営の安定、墓地経営の利益、安定して経営する利益っていうのが読み取れるのかどうかっていうのを、条文からね、こう読み取っていくことになってきますね。で、弁護士 F で、A、そのことと本件条例が、ね、墓地の経営主体を制限していることとの、まあ、関連も検討する必要がありそうですと。で、この後環境部長、のところですけど、今度は、ね、この E の、まあ、利益に関することなんですけどね、この近くで福祉事務所みたいなのを営んでる人ですけど、次に E について D、所有土地に本件事業所を置いています。で、E は本件墓地の経営が始まることにより、ね、本件事業所周辺において本件説明会で周辺住民が指摘したのと同様の生活環境、衛生環境の悪化ね、まあ、要は交通渋滞が起きたりとかね、あるいはそのお供え物がですね、放置されて、まあ、腐ってカラスとかそういうのがね、まあ、寄ってきたり悪臭が出るとか、まあ、いろんなこと言ってるんですけど、まあ、生活環境衛生環境の悪化が生じね、本件事業所の、まあ、業務に無視できない、影響を与える懸念があると、まあ、こういう利益をね、この墓地埋葬法や、それを最低限のね、その、墓地埋葬法の許可要件を定めている、本件条例から読み取れるかどうかってところですね、ここのところを丁寧にやっていくような問題でしたね。で、今度、6ページの方なんですけど、証文括弧にのところになります。で、結局ですね、その大規模なその、ね、墓地の経営が許可されちゃった場合の話なんですけど、まあ、本件許可処分についてその E さんね、まあ、近くで福祉事務所を営んでるその E さんが主張すべき違法事由とその B 氏の反論ね、まあ、それを検討させる問題が出てきました。で、会議録を参考に本文で検討すべき違法事由をまあ抽出しますと、この下にあると大きく2つなんじゃないかと思うんですよね。で、まず1つ目の違法事由1のとこですけど、本件事業所が D 所有土地に存在することで本件許可処分は、本件条例第13条1項の規定に違反するとの、まあ、違法事由ですね。要はそういう墓地はですね、そういう、今回 E さんが経営している、ちょっと見てみましょうか。13条1項のところなんですけど、問題文のところですね。今回結果これが、ね、ポイントになってきますけれども、問題文で言いますと、こちらの冊子の14ページ15ページぐらいからかな、条文が始まってましたかね。あ、14ページのところですね。14ページから墓地埋葬法ありまして、でその下のところにね、今回その墓地埋葬法の強化をもうちょっと具体化しているその条例があります。で、15ページのところに13条というのがありますけど、要はね、墓地は次の施設からね、まあ100メートル以上離れてないといけないんだと。まあ、ちょっと正し書きのところはとりあえず置いておきます。とりあえず次の施設から100メートル以上離れてないと、ね、いけないと、墓地は。で、その括弧のところですけど、障害者の日常生活社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設で、今回の施設が、まあ、これに当たるんですけど、80メートルのところにあるんですよね。なんで、まあ、一応今回ね、この13条のね、この1項2号に違反するんじゃないかってところが、まあ、一つ問題が出てきます。で、またこちらの行使レジュメの6ページの方に戻ってもらいたいんですけど、そういうことでこの違法事由1ですね、本件事業所がね、D 所有土地に存在することで本件許可処分はね、その条例13条1項の規定に違反するとの違法事由ですね。ただですね、今回その福祉施設をね、無理やりこの大規模な墓地のね、経営許可をこう妨げるために無理やりその近くに移転したっていう事情があったんですよ、その当事者がね。ですので、そういう悪いこと、まあ、悪いことって決めつけちゃいけないですけど、そういうまあちょっとこうね、法の趣旨にとこう違うようなことをやってる当事者自身が、そのね、その法律に違反してるんだから、この許可が違法なんだってことを言うことを認めていいのかどうかってことが一つ問題になると思うんですよね。自分で要はその全くね、その福祉施設のためにもう、その、福祉施設を移転するんじゃなくて、墓地の経営を阻止するために福祉施設を無理やり移転してるんですよ。で、そんな状況の中で、まあ、その本人がそういうことをやった本人がもう今回はちょっと距離制限に抵触してるんだから許可は違法なんだっていうのはどうなんだっていうと、なんか自己矛盾
準行為っぽいですよね。なので、まあ、おそらく例えばパッと思いつくの法律構成って何でしょうというと、まあ、例えば信義則違反とかね、まあ、そういうなんか自己矛盾行為やってるような人が、まあ、そういうことを言うのは、まあ、信義則違反なんで、この E さんとの関係ではもう13条が今回の許可を規制する根拠にはならないんだとか、なんか自分なりに、まあ、理由をつけてやってもらえると面白かったんじゃないかと思うんですよね。まあ、それが違法事由の1位っていうところになってくると思います。あともう一つ違法事由2のところですけども、まあ、本件条例3条によりますとね、墓地の経営者は地方公共団体のほか宗教法人公益社団法人等に限られているところ、まあ、本件墓地の実質的な経営者がこれらに該当しないし、まあ、C さんはまあ石材の販売会社なんですけどね、それをまあ自分の立場だと法令上ちょっと墓地の許可取れないから墓地にまあ誘いかけてね、それでまあ許可取らせてまあやってるわけなんですけど、まあ、おそらくあの、ね、墓地と提携して大規模な墓地を作ると多分自分の石材会社で作ってるあの石が売れるからね、墓石が売れるからこういうことやってるんじゃないかと推測されますけども、まあ、問題には一切書かれてませんけど、まあ、おそらくそんなことでね、やってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、いずれにしろ墓地の経営主体っていうのはここに書かれてる、まあ、特に今回問題になりそうなのは宗教法人なんですけどね、宗教法人の、まあ、利用して、宗教法人ではない C さん、単なるその石火の販売会社がですね、あの墓地の許可取ってるんじゃないかってところが一つ問題になってくると思うんですね。まあ、ここのところは事実認定ね、皆さんが問題文の、この事実関係を丁寧に見ていってね、これやっぱり実質的に考えて経営主体はこれは宗教法人の D ではなくて石材会社の C だなというふうに思うんであれば、そこを丁寧にこう説明してもらえればいいんじゃないかと思うんですね。でそうするとこの条例3条違反の違法事由、この許可があの処分がね、墓地の設置許可処分が条例3条に違反するんだという結論を導けるんだと思います。あとあの誘導でもう一つ、あの行政法10条1項の法案の主張制限の話も聞かれておりまして、上に挙げた違法事由1と2をね、まあ、それぞれ、この福祉施設やってる E さんが主張できるのかどうか、要は自分にね、あの関係のある法律上関係のある利益じゃないと、まあ、あの違法事由の主張できないんですけれども、例えばその経営主体がどうだこうだっていう違法事由にはちょっとこの E さんの立場からだと主張制限かかっちゃう可能性が高いんじゃないかと思うんですよね。で1のところの距離制限のところに関しては、一応このちょっと信義則違反という話は置いとくと、まあ、何のために距離制限があるかというと、やっぱそういう生活環境とかね、その大きな墓地が建つことによってその周辺のね、その生活環境等がやっぱ乱される、そういうような利益をおそらく法が保護するためにですね、距離制限というのを置いている可能性が出てくるんですよ。そうするとやっぱりそういう近く、その大きな墓地の近くで福祉施設をまあ営んでいるような E さんというのはですね、まあ、一応自分の利益になんか関係ありそうじゃないですか。だから違法事由1は一応10条1項で、10条1項という形では主張制限にかからない可能性が高いと思います。ただし信義則違反でね、さっき言った通り自己矛盾行為ですから、信義則違反という形で跳ねられちゃう可能性ありますけど、10条1項の点ではですね、まあ、主張制限には引っかからないんじゃないかというふうに考えることも可能なんじゃないかと思いますね。で今度ね、設問2の方ですね。今度はね、不許可処分がされた場合の問題点ですね。今回大規模な墓地が、あの説明1の方はね、許可された場合の問題点聞かれて、今度逆に不許可にされてしまった場合の問題点をね、説問2であの聞いてます。で7ページの、まあ、縦1のところですけど、まあ、会議録を参考にね、訪問で検討すべき違法事由をまあ抽出できます。でなんかこちらはね、かなり詳細な誘導がされてるんで、もうあの違法事由2つね、検討すべき違法事由、このカッコあとカッコになるっていうのはもうそのまま素直に読み取れますので、これを一生懸命やっていくと。で違法事由まずカッコあのところですけども、まあ、本件墓地周辺の生活環境、衛生環境が悪化する懸念からね、周辺住民の反対運動が激しくなったこと。でここちょっと気をつけてほしいのは、生活環境とか衛生環境を保護する利益というのは多分読み取れると思うんだけど、周辺住民が反対運動をね、激しくなったってことを理由に不許可にできるのかと、墓地の許可をね、不許可にできるのか、そういう周辺住民の何かこうね、意見まで、その保護してる処分の根拠法令ってのは保護してるのかどうか、そういうところが一つ問題になってくるんじゃないかと思うんですよね。でかっこあの、この補足のところなんですけど、これもあの問題文に書かれてましたけどね、会議録の方ね、 A は本件墓地の設置にあたっては植栽を行うなど周辺の生活環境と調和するよう十分配慮しているとしているが、まあ、住民の多くはそれでは十分でないと考えているということで、ここでもやっぱりこうね、住民のこの意見というのがまあ出てくるんですけど、結局ですね、その、墓地の設置許可っていうのは、経営許可っていうのは、まあ処分の大元の根拠法令や墓地埋葬法のね、まあ、5条の、10条のところにあるんですけど、この法10条というのは果たしてこういうね、周辺住民の意見みたいな利益も保護する州含んでるのか、要は、結局処分の根拠法令っていうのがですね、その許可権者に対して、周辺住民の意見をそのね、処分をする際にこうね、考慮することを裁量として認めてるのかどうかってところが一つ問題になると思うんですよ。で従来 の、 あの司法試験は結構その、こういうね、あるその処分が適法か違法かってことを聞く問題よく出てましたけど、
その要項とか通達とかそういう法令以外のものをまあ入れていることが多かったんですけど、今回はまあその条例ですね、諸部の根拠法令の一つであるその条例からですね、そのどこまでの裁量がその許可権者にあるのかってことをまあ読み取っていくと、こういう周辺住民の意見なんかをそのね、墓地の経営の許可を判断する際にですね、考慮することを裁量与えているのかどうかってことをそのやっていくと、だからまあちょっとこう従来の司法試験と一見違うような感じするんだけど、まあ、結局裁量の範囲内にこういうねある問題となっている事項を処分の際に考慮する裁量が法が認めているのかどうかということを考えるという点では、今までの従来の司法試験とまあ同じような問題だったんじゃないかというふうに思ってます。で今度、違法事由かっこいいのところですね、7ページのところです。違法事由かっこいい、D の墓地を含む B 市内の墓地の、ね、供給過剰、まあ、この、ね、大きな、まあ墓地がこうできちゃってですね、供給過剰になっちゃうと市内ね、でそれで、経営が悪化、影響を及んじゃうってことなんですけど、こういうね、経営悪化に関することも、法はですね、まあ、条例も含めて、その処分の際にね、判断考慮することを裁量として与えてるのかどうか、まあ、そういうところをまあ見ていくことが必要になってくると思うんですね。でかっこいいの補足のところですけども、D の墓地を含めて B 市内には複数の墓地がありますがね、いずれも供給過剰気味で空き区画が目立つようになっていると。で本件墓地の経営が始まればね、 D の墓地のような小規模な墓地も経営破綻する可能性もあると、こういうのがあの問題文に書かれてるんですけどね、まあ、こういうのも踏まえて、かつあの条文のいろいろこうね、条項なんかを見て、まあ、処分の根拠法令というのは果たして処分をする際にですね、許可をする際にこういう他のね墓地の経営が悪影響を及ぼすかどうかということを考慮する、そういう裁量を与えているのかどうかというところをまあ見ていくということになってきます。でこの大枠の思考が分かっていれば、まあ、別にどっちでもいいと思うんですよ。こういう、ね、大枠の思考ができていれば、あとはもう本当に結論はどっちでもよくて、まあ、自分なりの考えをこう書いてもらえれば十分、ね、合格とはなってくると思うんですね。ただやっぱ司法試験の難しいところは、これを時間内にやるのがすごく大変なんで、おそらく完璧に全部書ける人はなかなかそういないと思いますから、そこは心配しないでください。まあ、実際ちょっと後で再現とは見ますけど、やっぱね全部は書けてないですね。どっかね勝負するところを決めて、そこは厚く書いて、で勝負しないところはさらっと書いたりとか、なんかうまく、ね、工夫して自分がいけるところをなんかしっかり書いてるような、まあ、そういう答案になってましたね。全部をやっぱりこう厚く書くというのは無理ですからね。あで7ページのすいません一番最後のブロックのところ、矢印のところですけど、上記括弧は括弧いが本件許可処分の違法事由になるかを検討する際はね、処分の根拠法令を解釈して、処分の根拠法令がね、あと E に当たるようなことをね、許可不許可の判断の際に考慮する裁量を市長に付与しているというか言えるかどうかね、そういうところからまあ考えていくと、例えば違法事由括弧はについて言えばね、処分の根拠法令は生活環境や衛生環境の悪化やその悪化への懸念が生じた周辺住民の反対運動が激しくなったことをね、許可不許可の際に考慮する裁量を市長に与えると言えるかどうかを検討することが、ね、できますね。まあ、実際条文見ててもね、あんまりこう周辺住民の意見がどうのこうのってこと書かれてないから、基本難しい方向になってくるんじゃないかと思うんですけど、ただまあ皆さんの方で何かこうちょっと評価をこう入れてね、自分なりの価値判断を入れていくと、まあ許可の際に周辺住民の意見を聞く、そういう周辺住民の意見を考慮する、そういう裁量が法が付与しているんだというふうに結論付けることも可能だと思います。ここはもう書き方で決まってくるんじゃないかと思うんですよね。再現答案をちょっと見ていきましょう。もう一つの冊子の16ページをご覧ください。でまず原告適格のところですけれども、まあ、まず16ページの、上の、ページのところでね、10行目のところから D の原告適格についてで、下の、ブロック下のページのところの3行目から E の原告適格で、これ全体見ると分かるんですけど、 D のところすごくあっさりしてるんですよ。だからこれね、おそらく D を捨ててね、 E で勝負しようと思ったんでしょうね、この人ね。本当はまあそれぞれ D のところも E のところも結構それぞれ書くこといっぱいあったと思うんだけど、まあおそらく両方書けないと、判断してね、この人多分自分は E で、E の方がよりね自分なりの意見書けるんじゃないかと思って、それでもしかしたらこの E の方のところで勝負したんじゃないかと思うんですけどね、まあ、こんな感じのところで、まあ、全部ちょっと厚く書こうとするとね、本当に設問のこの原告規格のところだけでね、時間の半分以上かかっちゃったりとかする可能性ありますので、ね、こんな感じでまあうまく、勝負してるんじゃないかと思います。でちなみにだから D のところね、あっさりしてて、原告規格もあっさり指定してるんですよね。まあ結局、そのね、例えばこの上の、ページの16行目、法は墓地の経営主体の主力を考慮しているという形で、あれ原告計画を肯定しようとしているのかなと思ったら、ただこのあと20行目の、ね、途中のところのしかしっていうところで、
法が保護しているのは設置を申請した墓地の経営者の経済力でありということで、結局周辺の、ね、別の墓地の経営までは保護してないんだという形で、まあ、あっさり原告定格を否定します。まあ、これ結論はどっちでも構わないと思うんですけどね、まあ、自分なりの意見を、まあ、書いていくと、その、ね、質に応じて評価されてくるんじゃないかと思います。で今度 E の、原告定格のところなんですけども、まあ、こちらで面白いところは16ページの下のブロックの17行目かな、まあ、この、福祉施設 の、ね、あの話ですけど、まあ、健康を害される恐れがあるとか、17行目で健康を害される恐れがあると、でそれはこのような被害は墓地に近づくにつれて増加する、このような非侵害霊気や一般攻撃に吸収解消させるのは困難だと、でこのあと20行目で従って、ね、墓地の設置による悪臭等による経営環境を継続して著しく害される恐れのある地域にある施設の設置者の利益を、ほらこれ原告的が肯定するときのキーワードね、個々人の個別利益として保護する主張を含んでんだと、でこのこういう利益がある人に現行的価があるんだと、ここが要は9条2項行訴法の9条2項を一時規範にした二次規範なんですよ。判例は原告定額の、ね、事例では必ず9条2項からいきなり山田さんがどうだとか斉藤さんがどうだっていう当てはめするんじゃなくて、まずはその二次規範を、ね、9条2項に即して立てて、まあ、いくんですよね。でそういうのをやってますね、この人ね。だからここ相当高い評価を受けるんじゃないかと思うんですね。この忙しい中ちゃんと9条2項から直で当てはめを直接当てはめするんじゃなくてね、一応こう二次規範を頑張って立ててるというところ、ここは評価されると思いますね。で今度17行目の上のページのね、この1行目から当てはめが始まってますけどね、まあ、本件では本件事業所は本件墓地から80メートル離れた場所にある、まあ、しかしね経営が適切に行われず供養等の放置により悪臭が生じカラスも増加恐れ、で本件土地周辺の道路は幅員が狭いということでね、渋滞で騒音も生じちゃう恐れがあると、でこれら被害考慮すればね80メートルの位置にある本件事業所は経営でこれ二次期間に戻ってんだね、経営環境著しく継続して著しく害される恐れがある施設ということで、原告的価が認められるということになってますね。まあ、忙しい中頑張ったなと思いますね。まあ、受験生のやっぱりねこの現場での勝負は相対的なものですからね、時間があってもうレポートでやっていいよと、もうね家でもう徹夜でもいいからじっくりやっていいよってなると、もっとこう丁寧なことを書けると思うんだけど、2時間の厳しい現場の中でね、まあ、これだけできたらまあ大したもんだと思いますよね。まあ、こんな感じで二次規範を立てて当てはめをするというところね、まあ、こんな感じのところが原告的価の、まあ、なんかこうねいい答案なのかと思ってますね。あとはですね、このあと、17ページの、ね、上のページのところの、9行目のところからね、今度設問1の過去に、ここから法案の違法事由の話になってますけど、こちらはね墓地の経営が許可された場合の、ね、許可処分の違法事由ね、あと次のページの方は不許可にされた場合の、まあ、違法事由なんですけども、まあ、許可処分の違法事由に関しては、例えばいいところはね、市長の裁量に触れているところが良かったと思いますね。これがね上16行目になりますね。17ページの、ね、上のブロックの16行目、まあ、許可には B 市長に今裁量が認められるんだということになってますね。でそんな中で今度 U の、ところで21行目、本件条例13条1項括弧2の趣旨はね、これ要は距離制限の話ですけどね、福祉施設から一定の距離取らなければいけないんですけど、その趣旨はね前述の通り、まあ、施設設置者の利益の保護だ、しかし本件では、本件墓地の、ね、設置により G の経営悪化が、することを防止する目的で本件事業所を設置しているということで、こちら審議則を使うんじゃなくて、まあ、目的動機が違反なんだと、本件に、ね、この13条1項2項の距離制限の規定を、まあ、適用、するってことは、まあ、目的動機違反になるということで、本条例13条1項の2号を、ね、適用しなかった許可処分は、まあ、適用だという形でやってますね。まあ、ここのところも、まあ、なんとか忙しい本番の試験の中で、まあ、要点を、ね、うまくこうついて、最低限のことが書けてるんじゃないかというふうに思ってますね。というわけで、まあ、原告定額も二次規範立ててちゃんと当てはめできたし、違法事由のところも、まあ、こんな形で、あ、ちゃんとこの人は行政法の本番の書き方も分かってるんだなっていうことが読み取れるので、まあ、この辺のところって結構合格答案の推定が働くんじゃないかと思うんですよね。この人は十分合格する力持ってるんじゃないな、持ってるんじゃないかなというところの推定が働くと思いますね。で今度ですね17ページの今度下のブロックの6行目のところからは、こちらの経営主体の問題なんですよ。まあ、本来まあ本件の事案でいうと、その墓地の経営できるのは宗教法人の D さんじゃなければいけないんだけど、それを石材会社の C さんがねうまくその D を利用してやってるような感じになってますので、そういう形でね、その経営主体を限定する条例3条1項にね今回の許可処分が違反したんじゃないかということが書かれているのがここになりますね。それがまあ8行目のところですね。
括弧2ってとこですけどね、まあ、ここで条例31項は墓地の経営主体を原則として地方公共団体としどうたらこうたらと。でこの後ねもう事実認定なんですよ。じゃあ経営主体は実質的に誰なのかと、本当にねその、まあ、宗教法人の D じゃなくて本当は石材会社の C なんじゃないかあってところをやってるところがごちゃごちゃ、まあ、いろいろこうやってね。で最終的には20行目のところですかね、まあ、従って実質的に見れば墓地の経営者はまあ C ということでね、許可処分は31項に反し違法だということで、まあ、一応現場のまあすごく忙しい中で頑張ってやってたっていうような答案にはなってると思いますね。で今度はね、18ページの方で設問にね今度は不許可にされた場合の違法事由なんですけど、こちらに関しては多分時間が足んなかったんでしょうね、まあ、量が少ないっていうことと、あとちょっと中身の面で、18ページの上のブロックのですね12行目からあこれ設問3で間違ってますね、これ設問2だと思いますね、行政法設問2までしかないからね、まあ、これあの再現答案そのままあの送ってもらったやつをあの会社の方で貼り付けてもらってますのでね、まあ、こちらあの設問2だと思うんですけども、このね1個目の違法事由で書くべきことはさっき言った通りあの反対運動ね、住民のそういう反対運動みたいなその住民の意見をね、その許可不許可の、際に考慮する裁量をその処分の根拠法令が裁量として与えてるのかどうか、まあ、そういうところを中心に書けばよかったんでしょうけど、ちょっとそこのところからずれちゃってるんですよ。多分これはおそらくもう時間がなくてねもう相当苦しい中で書いたんでねこんな風になっちゃってると思うんですけどね。で、次の下のブロックの42行目のところからねこちらの経営の話なんですけど、こちらの方は、まあ、そんなに外さないことを書いてるんですけど、ちょっと分量的に浅いんですよね。経営の悪化そういうものをね、その処分の根拠法令が考慮する裁量を与えてるのかどうかっていう話で、まあ、多分やってると思うんですけどね、まあ、ちょっと量が少ないのかなと思いますね。で実際のところ多分試験で相対的で、多分この設問2までちゃんと要は設問1の方が結構しっかり書けてるから、あれぐらい書いちゃうと設問2が多分あまり書けなくなっちゃうと思うんですよね。 ですので、まあ、ここのところは設問1をもうちょっとこう簡単に書いて、設問2をまあ、もう少し厚く書くか、あるいは設問1でもマックス点数をもらって、で設問2をちょっとこう簡単に書いてね、まあ、最低限の点数もらえるか、まあ、どっちでやっても多分総合得点はそんなに変わらないと思うんですけど、そこは自分の作戦、でやっていくというところね。で、まあ、そういう点ではこの人は最初の原告定格のところで初っ端の D の原告定格あっさりやって、 E の原告定格をもう一人のね、E さんの原告定格しっかりやってるっていうところから見ると、多分そういうことをいろいろ考えながらやってる人の可能性がありますね。戦略を真似って、やってたんじゃないかというふうに思ってます。まあ多分合格できる答案だと思いますね、こちらの答案ね。さてじゃあ今度民法いきましょう。あで今日の予定民法をやりまして、でこの後商法をやって一回ここで休憩10分入れましてね、で後半の方入ってきますので、じゃあ民法です。民法はね論点はそんなに難しい話じゃないんだけどね、何をどの順番で書くのかっていうのは結構大変な問題だったんじゃないかと思うんですよね。こちらはあれかな、公示レジュメを先に見ちゃった方がいいかと思いますね。8ページ見てください。まあ、まず設問1の、ところなんですけれども、まあ、ここはね種類再現の特定と事業地帯あるいは弁済の提供ね、そこのところとの関係を、まあ、うまく時間内にねもう本当に忙しい中ちゃんと整理できたかどうかっていうところがポイントだった、そういう設問でしたね。で8ページのまず一番上のブロックのところなんですけど、まずねちょっと思考方法の大枠をこれで理解してもらえるといいんじゃないかと思うんで、ちょっと思考方法の大枠を書いてきました。まずねこれ要は、松茸5キロの、ね、売買で種類物売買の事案だったんですよ。でちょっとこうね一番上のブロック読みますと、 B が A に売買契約に基づく代金支払い請求したのに対して、 A の G スQ の主張は同時以降の公弁権の主張とするものだと、まあ、実際の松茸盗まれちゃってね、準備したい引き渡しの準備までしておいたんですけど、実際に引き渡す前に盗まれちゃったんですよね。まあ、そんな中で代金払ってくださいって言ったら、まだ物もらってないから払えませんよという形で、まあ、同時以降の公弁の主張をしているような感じなんですけどもね、まあ、同時以降の公弁権を根拠とするものと考えられると。で同時履行の公弁権が認められるためには、当たり前なんですけど、まあ、2つ の債務が対立してなければいけませんよね。ところが今回もしかしたら目的物の引き渡し債務が消えちゃう可能性があるんですよ。盗まれちゃったことによってね、要は引き渡しのためにも準備をしていた松茸5キロが盗まれちゃったんですけど、目的物の引き渡し債務が消えて消滅しちゃった可能性があるんです。でその場合は危険負担の問題として、例えば債権者主義を適用すれば目的物は引き渡しできないんだけど、でも代金だけは払わない、目的物の引き渡しは受けられないんだけど、でも代金だけは払わなければいけないという問題が出てきますし、あるいはその目的物が滅失したことについて、その
引き渡し債務者にですね、既得性があると、その場合は債務履行の問題になりますよね。要はあるその、債務が履行不能になったときに、その債務者に既得性がある場合とない場合で、債権法というのは分けてるんですよ。既得性がなければ危険負担の問題で処理するし、既得性があるときは債務不履行の問題で処理していきます。というわけで、そこのところをどう、処理できたのかどうかというところの、ところですね。だけどちょっともう一回ね、B が A に売買契約に基づく代金支払い請求したに対し、 A の事実 Q の主張は同時項の公弁を根拠だと。で、同時項の公弁権が認められるためにはね、履行上の権利関係が認められる対価関係のある2つの債務が存在しないといけないと。で、まずね、代金支払い債務はこれ金銭債権で履行不能にならないんですよ、絶対ね。だから不能になったかどうかって、検討の対象になるのは常に目的物の引き渡し債務になるんですけども、それがね、今の1個目のブロックの2段落目の途中のところですけど、では B が準備した松茸が全部盗まれたことで、 B の A に対する目的物引き渡し債務は履行不能により消滅しね、代金支払い債務と履行上の権利性のある他方の債務が存在しないものとして同時項の公弁権の要件を満たさなくなるかどうか、このところがまず一つ問題になってきます。で、これが今度2個目のブロックのところなんですけど、まずね、 B の目的物の引き渡し債務が履行不能になったかどうかというのを検討するといいと思いますね。で、そこで、AB 間の売買の目的である松茸 5kg はね、当事者が物の個性に着目せず種類と数量のみに着目した種類物売買だと。で、種類物売買においては債権の目的が特定する前はね、目的物の引き渡し債務が履行不能になることはないんですよ。無限の調達義務を負ってますから履行不能になることはないんですけど、目的物が特定するとね、売買の目的物はその特定した物に定まりますので、債務者はね、全館住民を負うことになる。反面ね、目的物が滅失すると目的物の引き渡し債務は履行不能になるんですね。ただ口述する通り、その履行不能について債務者に既得性があると、これは危険負担の問題にならずに債務不履行の問題になります。で、具体的にどういう形で債務不履行の問題になるかというと、目的物の引き渡し義務がね、債務不履行に基づく損害賠償債務に変わっていくんですよね。で、その場合同時以降の公弁権続きますから、結局ほら、もともと売買でさ、目的物の引き渡し請求権と代金支払い請求権で履行上の権利関係、公平の観点からね、履行上の権利関係があるから同時以降の関係立ちますよね。で、それが目的物引き渡し債務が債務者の既得性によって、損害賠償債務に変わったとしても履行上の権利性で維持されるので、なお同時項の公弁権で続くんですよね。そういう形でこう問題になってきます。で、ちょっと今の、話は先走りすぎたんで、また話を戻しまして、まず履行不能になったかどうかということを見ていかないといけないんで、特定の有無を見ていきますよ。それが次のブロックのところですね。 B の債務は取り立て債務ですので、分離準備通知により特定しますね。ただ本件の場合は取り立て債務で確定期限があるんで、実際通知しなくてよくてね、債務者としては目的の日までにね、その目的物準備して待ってりゃいいって話なんですけども、そういうところになってます。で、事実さんの事情からね、今回ね、特定は問題なく認められるような事案でしたね。特定が、で、このあと特定後に目的物が滅失してますので、まず目的物の引き渡し債務はもう特定後なんで履行不能になります。ここのところね、松茸が盗まれたことによって履行不能になります。ただこれがさ、まだいきなり危険負担に飛びついちゃいけないの。これが損害賠償債務に変わってる可能性がありますから、その場合危険負担の問題じゃなくて、損害賠償って言ってるぐらいだから当たり前だけど、もうその通り債務不履行の問題として話は終わりますんでね、そんな感じでこの次のところですね、最後のブロック、8ページの最後のブロックですが、 B の目的物引き渡し債務が履行不能になるとしても、それが B の既得事由に基づくものであれば、目的物の引き渡し債務は履行不能の債務履行に基づく損害賠償債務に転嫁します。この場合 B の損害賠償債務と A の代金支払い債務は履行上の権利関係が、維持されて同時以降の関係に立つと。それはそうですよね。売買契約でまず履行不能になる前だったら、代金支払い債務と目的物の引き渡し債務が当然権利関係立ってますけど、それが目的物引き渡し債務が、それがね、その債務者の既得性で損害賠償債務に変わってからって、別に履行の権利関係維持されないわけはないですのでね、そんな感じのところです。というわけで、このところね、損害賠償に債務に変わったとしたら同時以降の関係に立ちまして、 A の事実 Q の同時以降の公弁の主張が認められる余地が出るため、 B の既得事由の有無が問題になってきます。結局ね、既得事由があれば債務履行の問題では終わる、既得事由がなければ今度危険負担の問題になるんだと、そういうことになってきます。で、この矢印のところですけど、 A の受領地帯で、受領地帯、受領地帯法定責任説に立ちますと、弁済の提供の 裏返しなんで、弁済の提供の問題としてやってもらっても構いません。いずれにしろ A の受領地帯、あるいは B の弁済の提供の問題として、効果は同じなんでね、法定責任説に立つとね、 A の受領地帯あるいは B の弁済の提供が成立すれば、 B の既得事由について、はい、皆さん何でしたっけ、効果の一つ、経過室面積というのがありますよね。というわけで B の既得事由については経過室が面積されます。で、以後 B は故意または重過失についてしか責任を負わなくなりますね。で、受領地帯が認められるための
要件ですが、これが9ページの2行目の矢印のところですね、まあ、受領主体が認められるためには、ね、債務の本心に従った弁済の提供と、債権者の受領拒絶、または受領不能が認められることが必要になります。これはもちろん弁済の提供という観点から要件立ててもらっても構いません。まあ、私は受領主体構成でやってますけどね、まあ、弁済の提供も受領主体もまあ裏返しなんで同じなんでね、まあ、ここのところは各自の構成でやってもらえればと思いますね。私は今回は受領主体構成してます。で、この9ページの4行目の途中のところですけど、事実3から B による債務の本心に従った弁済の提供があり、事実4から A による受領不能が認められるため、まあ、受領主体が成立すると。で、このあと、前期特定の効果による生じた全会注意義務について、特定の効果というよりもあれだよね、今受領主体があるから、まあ、受領主体の効果で経過失が免責されるというところだね。で、また C は履行補助者でありますので、審議則上 C の故意過失は B の故意過失と同視されますと。で、本文を見ますと、事実5と事実8の事情から B の履行補助者 C の経過失があるに過ぎず、まあ、要はなんか最近松茸の農作物の盗難が激しいからね、いつもは1個しか鍵してないんだけど、まあ、ちょっともうちょっと厳重に鍵しとけというふうに言われたんで、まあ、実際1回は二重にこう鍵をねちゃんとかけてたんですけど、物が盗まれちゃった時はうっかりその指示を忘れて、その履行補助者の C さんが1個しか鍵かけなかったんですよ。でも1個鍵かけてるから、まあちょっと重過失まではないんじゃないかと、まあ軽過失はあるかもしれないけどね、重過失まではないんじゃないかというふうに例えば、まあ、評価したとしましょう。そうしますとね、もう1回このあれかな、9ページの2個上のブロックの5行目ぐらいかな、 2個目の矢印のところですけど、まあ、前期これちょっと受領地帯の効果ってやった方がよかったかな、まあ、受領地帯の効果によって生じた B の全館地域についてはあ、いいのか、でも特定の効果でも大丈夫です。特定も以後ね、目的物が特定のものに定まって全館注意義務を負うことになりますから、まあ、いずれにしろ、全館注意義務については、まあ、経過失が免責されます。また C は B の履行補助者でありますので、審議則上ね、 C の故意過失は B の故意過失と同視、本文見ると事実5事実8の事情から B の履行補助者 C の経過失があるに過ぎず、まあ、故意重過失はないと判断した場合は、私はこういうふうに評価できるんじゃないかと思うんですよ。この事案ね、一応鍵は1個かけてますから、2個ちょっとかけるの忘れちゃったけど1個かけてますから、まあ、せいぜい、経過失があるに過ぎないぐらいなのかなということで、まあ、故意重過失まではないと判断した場合は、 B の既得事由が認められないため、 B の目的物引き渡し債務は損害賠償債務に転嫁しないんですよ。そのため目的物引き渡し債務は履行不能によって完全に消滅します。で、ここまで来たら初めて危険負担の問題になるのね。ちなみにここで損害賠償債務が残るってなったら危険負担の問題にいっちゃいけませんよ。危険負担と債務履行って非両立ですからね。ある債務が履行不能になった時に、その不能原因が債務者の既得性の有無で、既得性があれば債務履行の問題、既得性がなければ危険負担の問題になりますのでね。で、私はここで、ちょっと奇跡性を、否定しましたので、危険負担の問題までいきます。で、ここで皆さんが事実認定で奇跡性肯定したんであれば、ここで話終わりなんですよ、ここのところでね。だから同時以降の行為も認められることになりますよね。結局代金支払い債務は残ってるでしょ。で、目的物引き渡し債務は損害賠償債務に転嫁してなお残ってるんですよ。だから同時以降の行弁権の要件でありますこの債務の対立というのがあることになりますからね。で、同時以降の行弁だから、その問題分の、ね、同時以降の行弁認められることになりますから、代金支払い請求権は結局、まあ、引き換え寄付になっちゃうということになるんだと思いますね。で、私の場合ちょっと危険負担の話します。9ページの最後のブロックのところですね。A は B が A に対し負う反対債務を完全に消滅したため、反対債務の履行請求ができないにもかかわらずね、 A に代金を支払わなければならないのかは危険負担の問題として処理されます。で、まあ、さっきね、言った特定の効果によりまして、危険がね移るということで、まあ、危険負担の債権者主義ですね。で、まあ、ここで債権者主義をねそのまま使っていいのかとかっていう、まあ、議論もありますけど、そんなことやってる余裕はありませんので、ここはもうそのまま使っていきます。そうすると、まあ、債権者主義の適用の結果ね、B の目的物引き渡し債務は債務履行に基づく損害賠償債務に転嫁することなくね完全に消滅したため、線引いてあるところ A の代金支払い債務だけは、ね、消滅せず存続というわけで、 B の A に対する売買契約に基づく代金支払い請求は、まあ、認められることになりますよということね。で、最後の線引いてあるところですけど、それとまあ同時以降の公弁主張することができずね、B の代金支払い請求は無理法で認められると、まあ、これを前提に答案書いてくれれば、まあ、一つの筋になったと思いますね。まあ、いろんな書き方あると思うんですけどね、これは一つのまあ筋です。で、再現答案のちょっと設問1のところだけちょっと見ていくとね、ちょっとねそういう関係になってるというのは分かりづらい答案だったんですよね。ちょっと若干ちょっと危険負担に飛びつきすぎちゃったのかなということね、ちょっとゴールを見据えていたんじゃないかと思うんですけど、ちょっと危険負担に飛びついちゃった感があってね、書いてる本人分かってるんだと思うんだけど、ちょっとこうね読んでる人に伝わりづらくなっちゃったのかな。それがね、ページ数で言いますと、そうか、こっちか、失礼しました。24ページですね。
24ページでね、どこがちょっとね文章が飛んじゃってるかっていうと、24ページの上のブロックのねところの6行目なんですよね。まあ、5行目から6行目のところかな、4行目から読むと分かりやすいかな。4行目のね終わりの方のではってところなんですけど、ではマツタケの盗難により5キログラムの引き渡し債務が消滅した危険を A が負担することとなり、同時履行の公弁が否定されないか。これ多分ね分かってるとは思うんだけど、だからいろいろ飛んじゃってるんですよ。まあ、確かにさ、危険負担の問題まで行き着いたときは当たり前ですけども、反対債務消えてますから、同時以降の公弁の前提となる2つの債務の対立というのがなくなるじゃないですか。だけどちょっとあまりにも飛ばしすぎちゃってるんですよね、ここのところね。なんでこの後ちょっとこう読んでってもね、全体的に少しこう分かりづらい感じのところがまあ、あります。ですので、さっき私が説明したようなまあ、理解をね、しておいてもらった方が、まあ、ちょっとこう復習はしやすいんじゃないかと思うんですよね。そんな感じでちょっとこう読みづらい感じのところになっておりました。でそれからですね、このままついでにこの再現答案のところで、設問になんですけど、所有権留保特約付き売買で自動車買ってね、代金まだ全部払い終わる前に、その自動車をね、その自動車買った人が、まあ、どっかの土地に不法をね、放置して、まあ、行ってしまった時にですね、土地の所有者は一体どっち、その買い主相手に撤去請求するのか、売り主相手に撤去請求するのかっていうのが問題となった平成21年の最高裁の判例があるじゃないですか。あれをネタにした問題が設問2で、まあ、出ておりました。でこの点ね、やっぱ有名な21年判例があるので、できればそれを踏まえ書いた方がいいと思うんですよね。でちょっとこの25ページの、まあ、答案はちょっと21年判例が言ってるようなフレーズが全く触れられてないので、判例を全く意識しないで書いてるような感じがしなくもないんですよね、ここのところね。で、例えば25ページの下のブロックのですね、9ページのところですね、所有権留保特約付き売買のね、この構成、法的構成ね、まあ、担保物件の一つなんで所有権的構成っていうのと担保的構成っていうのがあるんですけど、まあ、まず9行目のところで所有権的構成という見解があると。しかし以下の通り契約内容を実質的に把握すると担保権を設定した、要は担保的構成だというふうに言ってるんですね。でこの後じゃあ何か担保的構成になる理由が説得的に理論的に書かれてるかっていうと、そうじゃなくて、単に問題文にあった事実をこの下の括弧のところで引き写してですね、で括弧3でそのためっていう言葉だけでもう担保的構成って形でやっちゃってるんだよね。でもここのところもそのためっていう言葉だけでおそらく片付けられないところがあると思うんですよ。このそのためっていうところは多分この書いてる本人しか多分わからない、そういう理由付けになっちゃってるんでね、ちょっとそのためっていうのがちょっとわかりづらいところがあります。であれば、まあ、おそらくこれやっぱりこう判例踏まえてね、21年の判例踏まえて全体的に書いてもらえればよかったんじゃないかと思いますね。設問2の括弧2のところもそうです。で仮に判例踏まえて書くんだとしたら、ちょっと私の講師レジュメの方なんですけども、10ページのところを見てください。縦1証文括弧1ね、10ページ講師レジュメの方ね、まず証文括弧1の方ね、所有権留保物による土地の不法占拠と物件訂正請求権の相手方ですね。でこの次のブロックのところですが、 D が A に所有権留保特約付きで売った高トラックが E 所有の山林に登記された場合における E の、ね、事実上の撤去請求に関し、事実上の河川を付した丸 A の、ね、D の発言で、これはこういう内容なんだけど、 A との間で所有権留保売買契約をしたのでね、私は高トラックを撤去すべき立場にないは正当であると認められるかどうか検討すると。でこれね、21年判例が参考になると思います。でこの下のところ見てください。参考判例、留保所有権者が有する留保所有権は原則債務弁残債務弁済期が到来するまではね、当該動産の交換価値を把握するにとどまるけど、残債務弁済期の経過後はね、当該動産を占有し処分することができる権能あるんだと。要は所有権留保特約付きで、まあ、物を売った時に、確かにほら別に債務不履行になる前にさ、売った人がなんか処分権限あるわけじゃないですか、あるわけじゃないじゃないですか、もう物を売って使わせてるわけですから買い主にね。だけど債務不履行になっちゃった時は、まあそれ担保物件のためにね、その代金債権の担保のためにまあ所有権留保をつけてるわけですから、そこで所有権留保をまあ実行してね、物を引き受け上げることになるんですけど、そういう所有権留保のまあ構造に考え見ていきますと、結局その売り主が処分権限を取得できるためにはですね、やっぱ債務不履行にならなければいけないんですよ。弁済期が経過しなければいけないんですよね。まあ、そういうところからちょっとこう実態的なその撤去請求の相手方が誰になるのかということを考えているのがこの判例なんですよね。まあ、簡単に言えば結局債務不履行になる前はこの売り主の方は処分権限がないから、逆に言えば撤去する権限もないんですよ。ですので撤去請求の相手にはなりませんよと、まあ、そんな感じのことを言いたいんじゃないかというのがね、この21年の判例なんじゃないかと思いますね。
で今度次のブロックのところですけど、矢印本も見ると A は毎月4万円の振り込みを滞りなくしており、まあ、A はね実際行方不明になっちゃったんだけど、お金だけはなんかねちゃんと律儀に払ってたんですよね。だから債務不履行状態になってないんですよ。だからそうすると所有権利用で物を売った人の方としてはどうしようもないんですよ。ちゃんとお金払ってくれてるから、まあ、担保権実行しようがないから処分権の取得しようがないんですよね。というわけで A は毎月4万の振り込みを滞りなくしておりね、 A は期限の利益を失っておらず履行地帯に陥ってないため、弁済期がね経過したとは言えないと、弁済期だねこれね、弁済期が経過したとは言えない。で D には高トラックの処分権限がなく、これを撤去する権限がないため、撤去請求の相手方にはなり得ないということで、まあ、D の発言は正当。これも一つの説明の仕方なんじゃないかと思うんですよね。結局、まあ、債務不履行になるまでは、まあ、処分権限がない、ということですね。売り主の方にはね処分権限がないんだということで、同時に撤去する権限もないから撤去する相手方にもなんないんだという話で考えていきます。まあ、一番単純な思考方法ですね。で今度ですね、証文括弧にこのままレジュメで見ちゃいましょうか。所有権留保物と道路運送車両法5条1項の対抗要件との関係ってとこですね。でそのね最後のブロック10ページのところですけども、D の、丸い登録名義はまだ私にあるから、そうであるからといって私が高トラックの撤去を求められることにならないと。まあ、実際さっき言った通り証文括弧1の方では売り主の方には処分権限ないんですよ。債務不履行になってないから処分権限がない。でも登録名義は売り主のままとどまってるんですよね。だからそうすると結局それを第三者に対抗できないんじゃないか、自分が所有者じゃないということを対抗できない結果、結局撤去請求の相手になっちゃうんじゃないか、そんなところが一つ問題の所在になってます。で、この最後のブロックの、ね、2行目の途中のところからですけども、登録を受けた自動車の所有権の特措は登録を受けなければ第三者に対抗することができないとの道路運送車両法5条1項はね、まあ、所有権留保特約付き売買にそのまま適用されるかというのが一つ、まあ、問題になるんだと思いますね。でここはまあ現場思考で頑張ってほしいと思うんですよ。あんまりこんなところまで勉強している人いないと思うので、まあ、わざわざあのこの条文もね道路運送車両法の条文問題も載せてくれてますので、まあ、これを見てね自分でも現場思考していくと。で考え方は2通りあると思うんですよ。まあ、この登記通り登録名義通りやるのか、それともやっぱこの実際のね、この処分権限の方を重視して考えるのかどうかって話なんですけど、まあ、それが11ページの一番上のブロックですね。でこれに関してあの、まあ、この所有権留保の事案じゃなくてね、建物収拠土地明け渡し請求の事案の平成6年判決、あれが一つ参考になると思うんですね。建物の登記名義人が建物を譲渡して所有権を失ったのにね、登記名義を有する限り建物収拠土地明け渡し請求の相手方になるかが問題となった事例でね、これあの物件総論のところであの誰しもが受験生であれば必ずあのしっかりと学ぶ判例の一つなんですけども、まあ、2行目、まあ、所有権の喪失も対抗要件を具備しないと177条の第三者に対抗できないとした判例があります。まあ、こういう考え方を重視すると、まあ、結局登録名義はあのまだあの、ね、実際処分権限がない、債務不履行になってないから処分権限がないとはいえ、実際は売り主のところに、まあ、登録名義があるんで、結局所有権の喪失、自分に所有権がない処分権限がないということを要は第三者に対抗できないということで撤去請求の相手方になっちゃうんじゃないかという話なんですよね。でそれでいいのかという話なんですよ。でちなみにそういうことを認めちゃうと実際所有権留保特約付き売買であのまだお金の、ね、代金の完済がされる前に登録名義を相手の売り主の方に、あ、買い主の方に移すわけにいかないじゃないですか。そんなことやっちゃったら勝手にどんどんいろいろ処分されちゃって代金債権の担保ができなくなっちゃいますから、まあ、そういう点でこの判例そのまま使えないんじゃないかというのが一つ問題の所在なんですよね。ただやっぱりそういう外観に対する信頼というのは保護されるべきだということで、やっぱりこう、その判例と同じようにやるべきなんじゃないか、そこのところを結論はどっちでもいいので、まあ、自分なりの考えを書いてもらえればと思うんです。でこの点例えば、この点というところですけど線引いてあるところ、まあ、非担保債権が弁済される前に道路運送車両法5条1項により、ね、売り主から買い主に自動車の所有権の登録を移転させてしまうと、今言った通り代金債権を担保するっていう、ね、その意味がなくなっちゃう。まあ、こういうところを重視すると、まあ、所有権留保特約付き売買にはこの運送法適用されないんだと。ただこの後しかし、ただ一方で、ね、土地の所有者としては撤去請求の相手方の探索困難になっちゃったりとかですね、あるいは、所有権留保特約付き売買により利益を得ている利用所有者を、ね、土地所有者との関係でなんか保護する必要はないんじゃないかというふうに思えることや、登録名義の外観を信頼した年収者の利益を保護すべきなんじゃないかとも思えるんですよ。そうするとその結論が逆になってくるってことですね。なのでここはいずれにしろね、あの皆受験生事前にこんなところを勉強してないと してる人はほとんどいないと思うので、まあ、自分の考えを、まあ、ちょっとこう考えてね、書いてもらえればよかったんじゃないかと思いますね。でこの点あのちょっと再現答案の方がそうこのところが若干あれかな、25ページのね、もう一つの冊子の方の25ページのところで証文1始ま、説問2の証文1始まって、で今度26ページの一番上のブロックの1行目のところから証文括弧2が、始まって、いるんですけど、ちょっと全般的に読んでそういう問題の素材が分かりづらくなってるんですよね。というわけで、まあ、ちょっともうちょっと、ね、整理して書いてくれたら分かりやすかったなと思います。
あと、また11ページの方戻りまして、事実関係、のところですけれども、遺言の解釈の問題ですね、11ページのところで、事実関係、死亡した C には F、G、H の3人の子供がいますと。で、H は排除されて相続人がいない。で、C の積極財産は定期預金3つ持っててね、1200万と600万で200万の定期預金債権があると。で、F がね、その亡くなった C の債権者 B に300万弁済したんですよね。で、そんな中で本件遺言の証書には、私が残す財産はね、この3つの定期預金、1200と600と200の定期預金があると。で、丸に遠方に住みながらいつも気にかけてくれた F にはね、G よりも多く1200万の定期預金を相続させる。で、丸三 G には600万の定期預金を相続させると。で、丸四 H ね、これ排除されちゃった人だけど、まだ反省足りてないから排除の意思変えるものじゃないけど、最近結婚したから200万の定期預金を与えるんだということ。以上の事実関係をもとに本件、遺言を解釈して、で、F が相続債権者に300万払ってるんですけど、 G に対していくら請求できるのかということで、相続債務の承継のあり方を聞いてますね、この問題ね。で、12ページの方ですけれども、回答の際はね、まずね、この最近判例が出てましてね、その預金債権というのが、今までは金銭債権というのはね、法定相続分に従って遺産分割の対象にならず、法定相続分に従って当然相続されるんだというのがありましたけど、その金銭債権 全部じゃなくて、この特にこの預金債権に関しては現金と同じように扱ってね、遺産分割の対象にするんだという判例が出てますね。確実にお金引き出すことができますので、預金債権の場合は通常の一般債権とは違いますのでね、これは遺産分割の対象で、要はいろいろ遺産分割の微調整に使う便宜があるのでね、これは当然相続分に従って分割されないんですよというような趣旨の判例が出てますから、これを踏まえてね、ちょっとこう処理をしてもらえればよかったんじゃないかと思いますね。で、2個目のブロックのところですけど、本件遺言丸4の部分のところ、これは H に対しては200万円の遺贈ね、これ、排除されてるんで、相続人とはならないので、ここは普通に遺贈されたというふうに見ていくのがいいんじゃないかと思います。なので、相続人今回2人 いるんですけども、その2人がね、1200万と600万の定期預金の方をですね、相続することができてるんですけど、そういうのを踏まえてね、この300万の相続債務に関しまして、F がね、この G に対していくら請求できるのかってことを聞いておりますね。で、最終的にこれは再現答案の方でいいところがあったんで、こちらちょっと再現答案のいいところを見ていきましょう。遺言の解釈をするときは何が大事かっていうと、やっぱりね、その遺言した人の意思が一番重視されますよ。だって財産を築き上げた本人なんですからね、遺言の解釈をするにあたっては、やっぱりこのね、その遺言者の意思っていうのがすごく重視されることになっていきます。で、そういう点で、この全般的に読んでて面白いのは、で、この26ページのところから、このね、下のブロックのところで設問さんの答案があるんですけど、一つちょっと、惜しかったのが、さっきの、ね、定期預金が預金債権が遺産分割の対象になるっていう判例を一切そこ触れてないんで、そこのところは一言触れてくれた方が良かったと思うんですよ。ただ、そこをちょっと触れていない以外のところは、例えば27ページの、1行目括弧さん、これについてはって後ですけど、 FG に2対1の割合で積極財産を帰属させる意思が丸に丸三、この遺言の丸に丸三ね、要は定期預金1200万と定期預金600万与え、それぞれ F と G に与えるってやつなんですけど、F と G に2対1の割合で積極財産を帰属させる意思が丸に丸三から読み取れるのだから、その利益に応じて債務を負担させる意思であったと解釈、ここが良かったところですよ。このね、遺言の、遺言者の意思を具体的に解釈していると。そのため FG で2対1の割合で300万円を分割で、 F がね、200万の債務、 G が100万の債務を従って、 F は G に100万の支払い請求ができるということね。ここの最後のところが良かったんでね、このところをちょっとご紹介いたしました。さて、じゃあ今度次、商法ですね。で、商法やったところでちょっと一回休憩をね、していきますね。で、商法に関してもうちょっと一回まず私の講師レジュメの方をちょっと軽く触れておきましょうか。13ページをご覧ください。まず講師レジュメの方をね、ちょっと見ていきますね。で、設問1のところですけども、まずね、最初の1個目のブロックのところです。 A による閲覧請求、会計帳簿の閲覧請求なんですけど、その根拠はね、会社法の433条1項の会計帳簿の閲覧請求権であるというふうに考えられます。で、今回ね、その拒絶事由を問われております。拒絶事由ね、で、これ予備試験でね、3号拒絶事由が平成25年に出題されていたものですから、結構ね、それに引っ張られちゃって3号を中心に書いちゃった人も
いたんじゃないかというのをちょっとこう心配してるんですけれども、実際本件の事案は多分3号じゃなくて1号目的外使用のところが中心になったんじゃないかと思うんですよね。問題文の事実関係読んでるとね、予備試験でね、要は協業相手、3号の拒絶事由って要は実績に競争関係にある人のね、会計帳簿の閲覧請求を拒めるんですけど、どちらかと本件はそっちじゃなくてね、おそらく目的外使用の方が中心になったんじゃないかというふうに思われるんですよ。でちょっと2個目のブロック見てください。閲覧請求の拒絶事由というところなんですけど、まず丸1ね、当該請求を行う株主がその権利の確保行使に関する調査以外の目的で請求したとき、今回これじゃないかと思うんだけどね。あとは、丸2で株主の共同の利益を、ね、害する目的で請求した場合と、あと丸3ね、これが実績に競争関係にある事業を営み、またはねこれに、従事するものということになってますね。ここのところです。でこの下の事実というブロック見てください。この事実関係からするとおそらく1号が中心になってくるんじゃないかと思うんだよね。D は後者において営業時間内に A と面会し、 D 保有株式を A が買い取ることを求めました。 D さん株主です。で後で会計帳簿の閲覧請求をするのも D さんなんですけどね。とにかく D は株ちょっと自分のね、もうあんたの会社の株いらないから、ちょっと取締役の A さんの方で何か買い取ってくんないか、あるいはこうあこうごめんなさい後者においてね、その株式を買い取ってくんないかということを言ってますね。で A がこれを拒否したところね、D はA が仕入れ先からリベートを受け取っている疑いがあるため、 A の取締役としての損害賠償責任の有無を検討するために必要であるとして、直近3期分の総勘定元帳とか、これは全部会計帳簿なんですけどね、元帳とかその補助簿のうちね、仕入れ取引に関する部分の閲覧を請求したと。これに対し A がどうすればこの請求をね撤回してもらえるのかと尋ねたところ、 D は自分は後者に対して興味を失っており、 A がリベートを受け取っているかどうか本当はどうでもいいんだと、 A が D 保有株式を買い取ることを重ねて求めたということで、今回この D さんが会計帳簿の閲覧請求をしている理由っていうのは、もう真にね株主としての権利交渉を行使する責任、役員の責任追及するっていうためじゃなくて、結局自分の株式を自己株式を買い取ってもらいたいためにやってるわけなんですよね。というわけでこの辺のところから1号が中心になってくるんじゃないかと思うんですよね。でちなみに3号実質的に競争関係にあるかどうかということに関しては、ちょっともう一冊の問題文にね多分いらない、ここを見たら3号書かなくていいんじゃないかと思うところがね、もう一冊の28ページ見てください。会社法の問題文なんですけども、28ページのですね、問題文事実関係ナンバリングされてますけど、縦3のところを見てもらえますかね。28ページの縦3、で読んでいきますとね、28ページの会社法の問題文の、縦3、後者は P 県内に十数店舗を出店した、この間 D の子 F が、でここです、後者が出店する予定がない近畿地方9県において、なんで同じハンバーガー関係の、営業はしてるんだけど、区域が競合してないんですよね。で他に勝手にさ将来競合する恐れがあるとかって受験生書いちゃいけないと思うのよ。問題文にそういうことを伺わせる事情一切ないから、そういうところでちょっとこう3号でね実績競合関係ってやっちゃうとちょっと変な方向行っちゃうから、そこのところを、気をつけてもらえればと思うんですよね。素直に読んだら、1号のところのさっきの目的外使用のところを中心に書いていくことになってくると思いますね。あとねついでに問題文見たんで一番上見てください。問題文の配点割合、今の会計帳簿の閲覧請求に関する設問1の配点100のうち25しかないんですよ。なんでさっきのね1号の目的外使用を書いても終わりですよ、この25ぐらいのところだとね。だけど余計なことは触れないというところがいいんじゃないかと思いますね。さっきの憲法と同じなんでしょうね。答案戦略、何でもかんでも思いついたことをこれ書いちゃうとさ、肝心なことをやっぱ薄くなっちゃいますのでね、そこのところ、この事案の中で中心になることをねしっかりと書いた方がいいんじゃないかというふうに思われるところです。さてで今度、また私の講師レジュメの方に戻りまして、14ページですね、設問2のところを見ていきましょう。で設問2はね、配点50あるんですけど、決議取り消し、株主総会の、決議取り消しの訴えの、取り消し事由の、話と、あとは利益供与の話とか、あと役員の、責任追及に関する、問題ね、そこのところが出てましたね。で例えば14ページの縦1、証文括弧1、C による決議取り消し訴訟の取り消し事由を検討ということなんですけど、本件決議1ね、C を取締役から解任する面の議案が可決された決議、これの取り消し事由のところなんですけど、これ結構難しかったじゃないかと思うんですよ。多分パッと見た感じ、すぐに明確に取り消し事由がちょっと読み取れるわけじゃないから、難しかったところじゃないかと思うんで、ここではだからあんまり差がつかないんだと思うんだよね、ここのところね。で例えば一つの考えですけど、
あ、これ再現答案にこういうこと書かれてましたけどね、特別利害関係を有する株主、これ株主だね、が議決権を、行使したことにより著しく不当な決議がされたものとして8対1の1項3号の取り消し事由があるかどうかを、まあ、検討しうる、まあ、あくまでしうるでね、別にこれ検討しなければいけないと決まってるわけじゃないですけどね。あとなんか今日ちょっとここにご紹介してない再現答案、いつあの別のやつがあったんですけど、なんかこれ利益表現の話が証文括弧2の方に出てるじゃないですか。なのでなんかとにかくこう会社が悪いことやってるなっていうところを、まあ、踏まえて、あの831条1項1号の決議の方法があの著しく不公正ってところをなんかうまく、ね、評価して引っ掛けて、あの1号取り消し事由で書いてた人もいました。なんでここは多分明確な取り消し事由はちょっとよく分かんないので、あの人によって多分いろんなこと書いたんじゃないかと思うんでね、まあ、ここのところはなんか あのあまり心配しなくていいんじゃないかと思うんですよね。なんか合格答案を作るっていう点ではね、もう絶対に明確な正解、これを書かなければいけないんだっていうのはおそらくあのなかったんじゃないかと思うんですよ、この受験生の相対的な目から見たときね、まあ、なかなか思いつきにくい、ところだったと思いますね。でその反面、もう一つの決議2の方ね、こっちはあの結局、株主、その議案提案した人がさ、その議案の説明しようとしたら議長に遮られちゃったということが明確に書かれてますので、まあ、ここは例えばその議長のね、その議事進行権の裁量を逸脱内容で違法だということで決議の方法が、まあ、著しく不公正、あるいは決議の方法の法令違反とかね、まあ、そういうところであのやってもらえればよかったんじゃないかと思いますね。あとあのこの決議にはね、あの否決決議なんで、否決決議を取り消す訴えの利益があるのかっていうのが一つあの問題になったんですよ。これは司法試験の過去問であの別の年度にも出てましたけどね、まあ、で一応このね、次のブロックのところ平成28年のまあ最高裁判例ね、基本的にはまあ否決一般にってとこだけどね、一般にある議案を否決する株主総会等の決議によって新たな法律関係生ずることはないし、当該決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから、まあ、否決決議の、ね、取り消し訴訟っていうのはまあ不適法っていう形のまあ判例が出てましたね、まあ、こんな感じのところをまあ踏まえて、書ければよかったのかもしれません。ただ意外とこれ落とした人いたんじゃないかな、このうっかり忘れちゃったね、否決決議に、まあ、あの取り消しの訴えの利益があるのかどうかってのを忘れちゃった人もいるかもしれませんけど、もう、まあ、再現等はここのところ書いてましたね、否決決議の訴えの利益ね、触れておりましたね。あとはですね、14ページの一番下の縦2のところですけど、証文括弧にですね、C の A と G に対する責任追及の訴えです。で、利益供与が出たんだけど、これやっぱあの一番面白い事案が出たね、あの株主に対して利益供与するんじゃなくて、あの何人に対、あの法律はね、120条の、まあ、1項っていうのは別に株主じゃなくてもいいんですよ、利益を出す相手っていうのは何人でもいいわけね。で今回株主じゃない人にあの、まあ、結局株主がね、あの議決権行使すると会社にとって都合が悪いもんだから、その株式の要はある意味買い取り工作を、まあ、するためにですね、その株主じゃない人に、ちょっとこう利益をね、与えちゃってる。具体的には株主じゃない人が銀行から、まあ、多額のお金を借りるにあたってその会社が保証してあげるんですけど、本来だったら保証料が60万円いるところを無料でやってあげちゃったんですよ。というわけで保証料相当額の60万円少なくても、そのね、株主以外の第三者に利益供与しちゃってますので、まあ、そういうところから利益供与の、ね、問題が、気づけたんじゃないかと思います。まあ、そんな感じで14ページの、ね、縦2のところの1個目のブロックね、会社は何人に対してもね、株主の権利行使に関し会社または子会社の計算において財産上の利益を供与してはいけないんですよということね。で本件の契約内容や関係者のやり取りなどから後者は株主 D の権利行使に関して後者の計算において、ね、保証料相当額60万円の利益を、ね、G に供与したものとして利益供与の成否が問題となるというところですね。このところは気づきやすかったかもしれません。で、利益供与が、ね、その株主の権利行使に関してされなければいけないんだけど、それに関して参考になるのがこの15ページの一番上のジャノメミシン事件ですね。結局会社にとって都合の悪い株主から、まあ、議決権を、ね、あのその株式を買い取るということに関しては究極においては、ね、この15ページの一番上のブロックの下から3行目線引いてあるところですけど、株主の権利行使をやめさせるための究極手段として行われたものであるから株主の権利行使に関しに当たるんだという形で、ね、やっておりますので、まあ、この判例を参考に、ね、書いてもらえればよかったんじゃないかというふうに思います。それからこの図が書いてある下のブロックのところですけど、利益供与の該当性が肯定された場合、まあ肯定できると思うんですけど、まあ肯定された場合、後者の株主はまずね、120条の3項の利益の返還を求める訴えとして責任追及の訴えによりね、 G に対しては保証料相当額の60万円を会社に返還するよう請求し、 A に対してはね、120条4項に基づく金銭支払い義務、要は関与した取締役ね、利益供与に関与した取締役 A に対しては120条4項に基づく支払い金銭の支払い義務につき、まあ、結局あの責任追及の訴えね、847条の1項で、まあ、責任追及することになってくるんだって話になりますね。
あとこの、ね、大元 その主債務の800万はどう処理するかって話なんですけど、この次のところ見てください。後者が平銀行に弁済した800万円相当額の損害につきましては、これは普通になんか無担保でこんな高額 の、ね、お金の貸し借りのやっぱり保証するっていうのはやっぱり全館注意義務とか忠実義務違反に反するのは当たり前ですから、まあ、普通に、ね、その辺のところから4231項の任務形態責任でそれが責任追及の訴えの対象になるんだということでやってもらえればよかったんじゃないかと思いますね。でね、再現答案によってはこの800万の部分も無理なんか結構いろいろ事実関係をこねくり回して利益供与の利益の中に入れてたものがありましたけど、まあ、そこまで頑張らなくてもよかったんじゃないかと思うんだよね。結構大変だと思いますよ。この800万自体を利益にしちゃうのは結構大変だと思うので、まあ、別にやってもダメってことはないんでしょうけど、まあ、長くなるんですよ。なんでここはまあ単純にね、普通に423全館注意義務とかね、そういう無担保での800万の主債務としたものを保証するということ自体がもう会社にとっての忠実義務に反する、全館注意義務に反するということで、それで任務形態責任の方を、ね、書いてもらえればよかったんじゃないかと思いますね。ちょっとなおってところなんですけど、なお後者は G に対しては保証債務を履行したことを根拠に800万円を求償できるし、後者がこの求償権を放棄した場合にはそれ自体が新たな株主 G に対する利益供与となり、120条3項を根拠に、ね、まあ、責任追及の訴えを提起できるため、もうちょっといろいろすみませんね、文字の誤植がありましてね、提起できるため、まあ、現時点で G に対しては800万円について会社法上の手段を取る必要はないということでね、まあ、800万円に関してはとりあえずこちらの取締役の方だけまあやっておくというのも手なんじゃないかと思いますね。まあ、いろいろ考え方ができるところであると思います。まあ、全体のバランスはうまく取れれば、ね、いいんじゃないかと思いますね。あとはですね、16ページの設問3、16ページ設問3になりますけど、多分あんまりみんながね、事前に知らない条文が挙げられてたと思うん でちょっと大変だったと思うんですけど、設問3は検討対象とされている会社法の制度の条文番号が明示されているため、まあ、事前の知識に頼るのではなく、ね、まあ、丁寧にまあ条文を上げてくれているので条文を見て、ね、まあ、その趣旨を考えて自分なりの考え方を示す力があるか否かというのを、ね、試していたんだろうなというふうに思われますね。でこれは後で受験生の再現等を見ると、ね、ちょっと分かりやすいのでそちらの方を見ていこうと思いますね。でちょっと中のところですけど、譲渡制限株式の一部売り渡し請求の可否につきましてはね、要は全部の売り渡し請求ができるのは条文上まあ、当然なんだけど、一部の売り渡し請求ができるかということに関しましては、条文上は一部の売り渡し請求が否定されていないため、ね、それを肯定する見解と、譲渡制限株式の一部が手元に残ってても結局処分しづらいということで、ね、投下資本の回収困難になっちゃうからそんなことは許されるべきではないという見解の二通りがあるんじゃないかと思います。で再現答案の方はです、ね、この一部請求の可否のところには触れてないんですよ。で、まあ、今回この一部請求を拒みたいと思っている人の立場から、まあ、ちょっとこう反論を考えていかなければいけないんですけど、その請求を拒みたいと思っている人は、ね、会社の支配権を欲しがっている、まあ、人なんで、そもそも一部請求云々の前にまず、ね、全部請求も含めてもとにかく私に対してこの今回問題となっている会社法の制度を利用して買取請求することはできないんだと、私の持っている株式を会社が買い取ることはできないんですよということを頑張って言っていった方がいいんですよね。でそれがもしダメだった時は、まあ、今度じゃあ一部請求というのができないんだと、私の投下資本の回収が困難になっちゃうんだからそんな一部請求はできないんだという形で、まあ、いずれにしろその、ね、売り渡し請求を拒むようなことが考えられます。でちょっとこれは再現答案見ていきましょうか。再現答案の方は、ね、まず設問3の方から行きましょうかね。34ページご覧ください。34ページで申し訳ありませんが、この23行目設問3って書いてあるだけなんで、まあ、実質的には35ページの方ですね。で、まあ、中身入ってきますとね、1行目35ページの上のページの1行目ですが、 B は本件臨時総会決議がこれね、定款違反に絡めてますね。定款違反の取り消し事由がある結果、これに基づく本件請求も認められないと主張すると、形式的に定款に合致した決議であるが、B のかかる主張は認められると、まあ、法の規定によって、まあ、定款でね、そういうこういう売り渡し請求ができるということを、まあ、定めてるんだけど、結局、本件に関してはこの定款が使えないんだと、にもかかわらず、定款使って買い取るような決議をしてるから、この決議っていうのが定款違反なんだっていう理屈を立ててるんだと思いますね。その辺のところはね、この19行目と20行目のところからも読み取れますね。19行目括弧さん、そのため定款の適用がないにもかかわらずかかる定款に基づいた決議を、ね、するのは実質的に定款違反ということで、この方は定款違反に絡めています。もちろんこの説明の仕方で別に決議の、ね、内容の法令違反とやった場合は決議取り消し事由じゃなくて決議無効確認の訴えの、ね、方を使わなければいけませんけど、まあ、いずれにしろ自分なりにその定款違反あるいは法令違反ってところを、ね、まあ、何か、考えて、でそれで取り消し訴訟あるいは無効確認訴訟の方に絡めて、ね、文書を書いてもらえればよかったんじゃないかと思いますね。まあ、この方定款違反ということで取り消し訴訟の取り消し事由という形でやってますね。
で、その回答例の、ね、再現答案の5行目括弧1174条の趣旨は譲渡制限会社においては株主の個性が特に重視されるところ、一般承継等で異なるものが株主となった結果、ね、会社にとって好ましくないものが株主となり会社経営が撹乱されるのを恐れがあることから、これを詐欺他の株主の利益を保護することにあるんだと、ね、この174条の制度というのは、ね、譲渡制限株式が、まあ、一般承継、まあ、相続なんかが典型的、まあ、合併とか、ね、相続みたいなのが一般承継包括承継と言いますけど、そういうのがまあされたときにです、ね、会社が意図しないような人が突然株主になっちゃう可能性があるんですよ。そういうときにまあ備えて、ね、その会社の方からの売り渡し請求を、ね、まあ、事前に定款で定めておけばいいんですよということが会社法の174条にまあ書かれているわけなんですけど、この制度趣旨というのは結局一言で言うと譲渡制限株式とまあ同じ趣旨なんでしょうね、この人の鍵ぶりからするとね。でそれはそれでいいと思うんですよ。でそんな感じで9行目、かかる趣旨から定款そのものが有効であっても撹乱の恐れがなく他の株主に実質的に不利益がないものの一般承継については定款の効力が及ばない、これ頑張って現場で考えたんでしょうね。この方の一部請求の可否については触れてないんで、もう完全にもうこの当該この人、今回 B さんが、まあ、あの売り渡し請求の相手方になってるんですけど、 B に対しては会社は売り渡し請求できないんだ、そういう発想から書いてます。 B 様の、ね、この会社の支配をしたい人なんでね、そもそもやっぱ全部否定しなければ意味がありませんので、この B にはね、この定款否定が適用できない、定款を根拠に、結局売り渡し請求を、ね、会社がすることはできないんだというような立論でやってますので、まあ、事案の処理としては説得的な、まあ、立論なんだと思うんですよね。で括弧に、本件では B が会社の運用になっていくことは親族会議で意見が一致しており、結局、ね、B はしかも B もともとこの会社の株を持ってるんですよ。でそれをまたさらにお父さんの株を相続したということで、そのお父さんの相続した、ね、株を、まあ、今回売り渡しのこの対象にされてるんですけど、売り渡し請求の対象にされてるんですけど、まあ、親族会議で意見が一致で、後者の株主がかかる親族会議出席者のみであるから会社運営を担っていく B が、ね、株式を A から相続しても他の株主に不足な不利益が生ずることはないということで、まあ、かぐらんの恐れもないということで、もうこの人には174条の趣旨を及ばず、この、ね、B の相続についてこの定款の規定適用されないんだという発想をしてるんですよね。にもかかわらずこの定款を使ってこの人に対して会社が株式の売り渡し請求をするってことは、まさに、そういうことを決めた株主総会決議っていうのは決議の方法が定款に違反するということで、ね、それで決議取り消し中にやっておりますね。まあ、実際はもしかしたらやっぱりこの問題文の中に一部の売り渡し請求のところをちょっと問題にしてもらいたいようなことも書かれてましたので、本当はね、ちょっとこれだけではなくて、さっき言った通りその東海地方の回収が困難になる一部譲渡制限株式ってもともと売りにくいんですよ、処分しづらいんですよ。でそんな中でさらにこう株式がちっちゃくなってしまいますと力がどんどん弱くなっちゃうでしょ、その会社の中で。そうすると株式を例えば買い取ってもらうためにはやっぱりそのいろいろこう会社の決定っていうのがまあ必要になってくるんだけど、自分の力が弱くなっちゃうんだよね。でそういう意味でどんどんこの処分しづらくなっちゃうんで、まあ、もしかしたらそういうところもちょっと聞いてたのかもしれないんですけど、まあ、なかなかね書いてる理由ないですよね。というわけで、まあ、一応この答案は多分現場志向としてはすごくいい答案なんだというふうには思ってますね、このところね。であとはその前のね、設問2の利益供与絡みのところは、ここがね60万円の保証料の委託料のこと書いてなかったんですよ。だからそこがちょっと残念でしたね。保証料の委託料の60万円のこと一切触れてなかったんで、800万をだから利益供与の利益にしちゃってるんですよね。だからそこのところのちょっとね事実認定のところがちょっと甘かったんじゃないかというふうに思ってますけど、まあ、この設問のところがなんか結構説得的に現場志向としてはねよく、書けているので、まあ、なんとか受かってほしいなというふうに思う答案でありますね。なんとか合格点に乗ってればまあいいなというふうに思うような答案であるところで、あります。さてじゃあこれでちょっと一回、休憩入りましてね、で休憩後にじゃあ民訴法以下のところを続けることにしていきます。はい、では後半始めていきます。じゃあ今度民事訴訟法になりますね。で民訴法に関しましてはまずちょっと行使オリジナル事名の方からいきましょうかね。ちょっと再現答案の方がやっぱ若干ちょっと論点がね整理しきれないところが、しきれてないところがあるんで、ちょっとこちらで一回整理した方が読みやすいと思いますんで、17ページのところなんですけど、まあ、ちょっと管轄絡みのところがね取材されてしまいましたけどね、まあ、共同法行為で、まあ、多数当事者訴訟も一つ問題になってますけども、まあ、上の図で言いますとね、まあ、被害者 A さん、この方甲子に、ね、住んでると、で不法行為地はお津市ね、まあ、タクシーの乗車中に A さんが、ね、B さんの運転する、C さんか、まあ、タクシーの、ね、運転するタクシーに、ね、乗ってて、で今回その共同不法行為者が B と C さんなんですけどね、まあ、それが B がお津市で C が、ね、甲子になっていると、まあ、そういうような状況です。でこの下縦1の課題1括弧1のところですけど、B の訴え
B さんの方がね、 A さんの方がちょっとあまりにもね損害賠償多額に請求してくるものだから債務存在確認訴訟をね提起したんですけども、B の訴えがすでに提起された訴訟、されて訴訟が A に送達されたこととの関係で、まずね A が B を被告として乙さんに訴えを提起する場合に訴えが適法と言えるかどうか、またねその場合 A は C をもね、B と共同被告にすることができるかどうかということが問われてました。でこの次のブロックのところですけども、まあ、いずれもあの適法っていう方向で立論することがまあ求められてるんですけど、まずね乙自体に土地管轄があるかって話なんですけど、被告の住所地がね普通裁判席になるところ、被告 B はね乙地に住所があるため乙自体に土地管轄があることになりますね。でまあ話はこれで終わりなんですけど、まあ一応あと不法行為地もまあ乙地なんで特別裁判席でもね乙地に管轄が生じてくるということになってきますね。あちなみに管轄が出たからってあまりびっくりする必要はなくて、あの本当に条文引いてその場でできるのはあの管轄レベルのところは難しいこと全然聞かれてなかったんでね、別にそこのところでなんか勝負が決まったわけじゃないと思うんですね。でちょっと差が出ちゃったかなと思うのはこの次の二重起訴の禁止との関係のところは、ここはだいぶ書き方で差が出てしまったんじゃないかと思うんですよ。あの、まあ、基本知識なんですけど、債務不存在確認訴訟の訴訟物とその同じね、その不存在の確認の対象となっている債権の給付訴訟の訴訟物と同じなんですよね。要は表裏の関係に立つので訴訟物がまあ同じなんです。で今回その債務の一部不存在確認訴訟が要は400万のうち150万円を超えてはね債務が存在しないということで、まあ結局0円から150万円のところは、まあ債務があることを認めて、そこからあの150万円超えて400万円のところ、そこのまあ不存在の確認がそのね求められているんですけど、そこの不存在の確認が求められているところが訴訟物になるんで、厳密に言うとそこのところと給付訴訟が二重起訴になるんですよ。給付訴訟のその部分、その当該該当部分だ。結局0円から150万円のところは訴訟物になってないんです。債務不存在確認訴訟のね、一部不存在確認訴訟の訴訟物になってなくて、その150万円を超えるところから400万円の不存在のところ、そこのところが訴訟物になっているので、その後誤訴で、その逆の立場の人が今度400万円の給付訴訟を提起するんですけど、その、ね、250万円分の重なり合いがあるところが二重起訴の禁止の問題になってくるんですね。まあ、そういう感じでちょっと見ていきましょう。17ページの、最後のブロック、二重起訴の禁止との関係ですね。乙地裁にすでに訴訟継続している B の訴えはね、こちら債務の一部存在確認訴訟なんですけど、 A の B に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が400万円のうち150万円を超えては存在しないことの確認を求める債務の一部存在確認請求訴訟であるためね、その訴訟物は A の B に対する不法行為に基づく損害賠償請求権400万円のうち150万円を超える部分の不存在、大体250万円分のところね、そこのところがまあ重複しているわけです。でこの次ね、給付請求と債務存在確認請求は表裏の関係にある。したがって B の訴えの訴訟継続中に A が B を被告として保護に基づく400万円の損害賠償請求をする訴えを提起する場合は、 B の訴えの訴訟物はその今の限度で重複するんで、今の限度でその250万円の部分のところがね二重起訴の禁止に抵触することになるんですね。でこの問題の解決の一方法なんですけれども、まあこれが次の段落のところでね、この問題の解決の一方法としては、同一の請求権を対象に給付訴訟と債務存在確認訴訟が提起された場合は、執行力のある債務名義を取得できる点で、給付訴訟の方があの紛争の抜本的な解決になるんですよね。なので逆にあの債務存在確認訴訟をやっても意味がなくなっちゃいますので、訴えの利益を核に至るというふうにまあ言われてます。でそうすると不適法却下されちゃいますので、債務存在確認訴訟の方ね、だから二重起訴の抵触がまあなくなってくるわけなんですね。というわけで債務不存在確認訴訟の継続中にね、まあ、給付訴訟が提起されると、不存在確認訴訟の方が結局ね、確認の利益がなくなって、まあ、不適法却下されちゃいますので、二重起訴状態がまあ解消されるということになってきます。まあ、この先私が言うことは答案に書かなくていいんですけど、実際の実務ではね、あの給付訴訟が提起されたからといって直ちにあの却下することはせずに、まあ、待っときますね。給付訴訟が判決するに熟するに至るまで待っておいて、で給付訴訟について本案判決言い渡すと同時に、不存在確認訴訟を不適法却下、訴えの利益がないという理由で一緒に不適法却下する扱いがされてます。じゃないとあの片方が取り下げられた時にね、じゃあどうなるのかとかいろいろ問題が出てきちゃうんで、実際にはそうやってるんですけど、まあ、でもまあそんなことは問わに隠してはありませんのでね、まあ、この今、この紙に書いてあるぐらいのところをちょっとこう、ね、触れてもらえればよかったんじゃないかと思いますね。あと例えばさ、あの反訴したらどうなるのかとか、多分そういうの求められてないと思うんですよ。あの問題文の誘導を見たときにね、まあ、乙地裁にもともと債務の一部存在確認訴訟、まあ、保護に基づく損害賠償請求権の債務の一部存在確認訴訟がまあ提起されているような中でね、まあ、証文が分かれてて、証文括弧1の方がね、まあ、乙地裁に今度給付訴訟で、今度証文括弧2の方が高地裁の方にまあ給付訴訟ってなってるんだけど、別にどっちの裁判所の方がまあ反訴かどうかって話は多分聞かれてるような感じがしませんのでね、まあ
おそらくそういうところまで触れなくてもよかったんじゃないかと思いますね。まあ、この辺の今の私の紙に書いたところを触れてもらえればよかったと思います。あと、その C をもね、共同被告にできるかについては18ページの、1個目のブロックのところですね、A が B の他に C も共同被告にできるかについてはまず民訴法7条ただし書きに着目します。そうするとそのただし書きには数人からのまたは、ね、数人に対する要は多数当事者訴訟ですねについては38条前段に定める場合ですね。でちょっと括弧書きで入れときましたけど訴訟物たる権利義務は共通するか同一原因で生じた場合で共同不法行為の場合は訴訟物は、ね、あくまでも不法行為に基づく損害賠償請求権なんですけども結局同一の事実関係から生じたその権利訴訟の目的が、ね、同一の事実関係から生じたものだということで、38条前段で、結局多数当事者訴訟ができることになるんですね、というわけで、ね、38条前段に定める場合に限られるとの規定があります。で被害者による複数の共同不法行為者に対する損害賠償請求権は訴訟物たる権利義務が事実上同一原因から生じたものとして、多数当事者訴訟の要件を、ね、示す民訴法38条前段に当たるということで、まあ、共同被告にすることができますよという形になってきますね。まあ、多数当事者訴訟の、まあ、要件ってね必要的共同訴訟に関してはさ40条の方で、まあ、合一確定の要請が合一人のみ確定するべき場合っていうふうに判断するんですけど通常共同訴訟の場合は38条の前段後段、まあ、どっちかに当たればできることになりますね。で共同不法行為の損害賠償請求っていうのは、まあ、合一人のみ確定すべきものじゃないから、まあ、絶対に必要的共同訴訟にならないんですけども、そうすると、まあ、38条の前段か後段に当たってね、それで通常共同訴訟の余地があるんだけど、まあ、前段に当たるという話なんですよね。まあ、そんな感じのところでした。でまあ、結局38条前段の要件を満たすと土地管轄ない人もその結局その、別の人に土地管轄があればそっちの方にこう引っ張ってこれるこ行くことができるんでね、まあ、そういう形で、まあ、AB 間で管轄があれば C もね、そのそっちの方に引っ張ってこられるんで共同被告にすることができるんだという話ですね。で今度課題2の方はね今度これをね高知地裁の方にじゃあ給付訴訟を提起したら、まあ、どうなるのかっていう話なんだけど実はこの違いがよく分かんなかったんですよ。で、まあ、まず一つ考えられるのは二重起訴の問題は課題括弧1と同じようにまあ出てきますね。まあ、ここはまあ、あまりごちゃごちゃ先に括弧1のところでやってるから書き方工夫してね長く書かないようにしなければいけないと思うんですけど二重起訴の問題は同じように生じてきます。あとは、土地管轄の問題なんですけど、これが課題括弧2っていうね18ページの課題括弧2の3つ目のブロックですかね。 A の B に対する訴えも A の C に対する訴えも、まあ、義務履行地っていう点ではね特別裁判席で高知地裁の方に、まあ、土地管轄が生じてしまいますでので、まあ、どっちか一人に土地管轄があればね38条前段の要件もともと満たしているのを課題括弧1の方でまあ認定してますから、まあ、高知地裁の方でできるということになってきますね。まあ、この辺のところがパッと、受験生が現場で思いつくところなんじゃないかと思うんですよ。なんでここのところが最低限書かれていれば、まあ、守りの答案で十分合格できたというふうに思いますね。あと実際現場でやっぱ結構これを時間内になんかうまく処理するのって結構意外となんか反訴がどうとかいろいろ結構いろんなこと考えちゃってね、余計なところに多分ね時間費やしちゃった人も結構いると思うんで、まあこの最低限ね、こういう形で整理して書いてれば、まあ、相対的に見た時に十分合格できるんじゃないかというふうに思いますね。でこの点まあ、再現答案後でちょっと見ますけどね結構なんかいろいろ長々ね、まあ、やっちゃってて大変だなっていうふうに思ったんですけどね、まあ、ちょっと後でまあ見ていきますけどね。で今度設問に私のまたこのレジュメ18ページのところですけども文書提出命令がね、出題されました。で文書提出命令というと通常受験生は自己利用文書っていう形で大体事前に準備してるんですよね。でも今回は自己利用文書っていうのもどっちかというとね法廷専門職医師とかね弁護士、まあ、医師の、まあ、事案ですけど医師の診療力の、提出命令が問題となったんでね、そちらの方なんですけど法廷専門職 の, 秘密文書ね、そちらの方がちょっとこうね文書提出義務があるのかどうかっていうのが問題になったんじゃないかと思います。で18ページの最後のブロック見てください。裁判例、医師が作成する診療録が220条4号派の文書、法廷専門職の秘密文書に当たるとした、裁判例の決定用紙は、まあ、次の通りになってますね。まあ、下級審の裁判例なんですけどね。でちなみに結構基本書見てもねこれ載ってなかったですねここのところね。だからこれ知らない人が多かったと思います。実際の受験の現場ではこのね、法廷文書法廷秘密文書に当たるかどうかっていうのを結構知らずに臨んだ人も少なくなかったんじゃないかと思うんですね。あるいはまあロースクールで現役でバリバリやってる人なんかはねちょっと教授が興味があってこういう話してるかもしれないですけどそうじゃなくても普通にロースクール以外のところで勉強されてる方はあまりこう知らなかったところなんじゃないかと思うんで知らなくてもそんなに不利益は、ありませんけどね。まあ条文引いてでもなんとかね、この法廷秘密文書のところをね見てもらえればよかったんじゃないかと思うんですよね。
で18ページの2段落目のところですけど、220条4号派は197条1項2号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書、要は簡単に言えば医師って守秘義務を負っていますけども、職務上知り得た事実について、ね、守秘義務を負っていますけど、その職務上知り得た事実何でもかんでもその文書提出命令を拒めるわけではなくて、そういう職務上知り得た事実の中でも特に黙秘すべきものという形で限定がかかるんですよ。でそういう今回その黙秘すべきものに当たるのかどうかというところの認定が結構ポイントになった、そんな事案だったんじゃないかと思うんですよね。結局ね、職務上医師が、簡単に言うとね、医師が職務上知り得た事実が何でもかんでもね、その文書提出義務命令拒めるわけではなくて、その中でも特に黙秘すべきものに当たるとそこのところが拒めるんだと。で今回その特に黙秘すべきものに当たるかどうかというところがね、一つ問題になったんじゃないかと。でこれちょっと長いから全部読まないですけど、この後ね、当てはめのところを見ていくと、今回黙秘すべきものに、この裁判例の事案では黙秘すべきものに当たらないと、いう認定がされてるんですけど、それは何でかっていうと、そのね、診療録に関してそのね、情報をいろいろ本人がね、証拠書類として提出をしてたんですよ、裁判所の方にいろいろね、まあ、そういうような事案があったんで、まあ別にそんなに今更黙秘もクソもみんな裁判で使って知ってるんだから黙秘すべきものに当たらないでしょうということで、ある意味その、プライバシーの利益をまあ放棄してるようなね、そんな感じのところをまあ認定しているような感じになってます。でそういう点で今回の司法試験の事案もなんかいろいろね、その今回の診療録に関するような、診療録に書かれているようなことを本人がね、裁判所にいろいろ証拠で出してるんですよね。だからそういったところを考えていくと、もう黙秘すべきものに当たらないと。一応その医師が職務上知り得た事実ではありますので、その文書提出命令をね、拒むその自由の中に入りそうなんだけど、でも特にその黙秘すべきものに当たらないだろうというところで、提出義務が生じたんじゃないかというようなところですかね。まあ、そんなところが一つ問題になったんじゃないかと思います。であとは今度設問さんの方ですけれども、20ページのところですね、縦1補助参加が出ましたね。補助参加のところで補助参加について20ページの縦1、まずね、 C の主張の括弧につきましては、補助参加の申し出はね、補助参加人としてすることができる訴訟行為で、実際今回上訴の定義とともに要は一審で補助参加してなかった人が突然そのね、その他人の訴訟に不満があるからってことで、まあ、上訴の定義と同時に補助参加できるのかっていうのが問題になったんですけども、まあ、補助参加の申し出は補助参加人としてすることができる訴訟行為で、それは45条1項に上訴の定義っていうのが入ってるんですけど、それとともにすることができると。だから結局一審で補助参加していなかった人もその判決に不服があれば補助参加の申し出とともに控訴提起ができるんですよ。これ条文上、まあ、これがね、導けますというわけで、したがって、C の主張ね、結局一審で補助参加してないからあなたの補助参加できないんじゃないかってこと、控訴提起できないんじゃないかってことを言ってたんですけど、そういう主張は妥当ではないということで、控訴裁判所は主張閣下を理由に、ね、控訴を違法と判断することはできないでしょうということで考えていきます。で今度縦に、C の主張閣下についてというところですけども、交通事故による損害賠償請求訴訟において共同被告の、まあ、1人が、ね、原告側、まあ、被害者側に補助参加できるかが問題となった事案で、共同不法解釈間の求償権を根拠に補助参加の利益を肯定した判例があります。でこれおそらく補助参加の利益を訴訟の結果の解釈について訴訟物だけで見るんじゃなくて理由中の判断も含んでね、見て見解に立っていくと、まあ、求償権っていうのもちょっと理由の、ねところに影響するんで補助参加の利益が認められることになると思うんですけども、まあ、訴訟の結果の、ね、解釈をちょっと広げていくと、こういう、ね共同被告の一人が、ね、共同不法行為者で共同被告の一人がですね、その被害者原告側に補助参加できることになってくるんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういうところのなんか、ね、ちょっと論証が求められていたと。で今のブロックの2段落目、まあ、本文は判例の事案上 の、ね、その今の判例の事案と似ていることから補助参加の利益について訴訟物に限定するんじゃなくてね、訴訟物非限定説に立つと、B に、ね、補助参加の利益がまあ肯定されると。このように考えた場合 C の主張かっこいいは妥当ではなくね、控訴裁判所は主張かっこいいを理由に控訴を違法と判断することは、できないことになってくると、まあ、こう逆に訴訟物限定説に立てば逆の結論になりますけど、まあ、このところはまあ書き方次第ということになってくると思いますね。まあ、最近私はまあその訴訟物非限定説の方を進めるようになったんですけどね、まあ、一時期限定説を進めてた時期もあったんですけど、今非限定説の方を事業の方では進めてますけども、まあ、そういう感じでやっていくとね、こういう結論になってくるのかというふうに思います。じゃあちょっと再現答案の方を見ていきましょうか。まず40ページのところですけども、二重起訴の問題に関しては、こちらのね再現答案40ページの1ページ目の
ブロックのところで二重基礎の問題に関してはね、ピンポイントでもう最初のね、縦1括弧1のところが触れてますね。 A が B を被告として落ちた際に訴えを提起することは重複基礎の禁止との関係でね、適用と言えるかという形でやってます。でこの後ね、二重基礎のにあたるその規範を、括弧1のあのところを全部これ提出してるんですけど、これちょっと長いですね。事案関係なくなっちゃうからね、この事前にこうね論証で覚えておくようなことそのまま貼り付けちゃったみたいな感じなんですけど、これはさすがにこれやっちゃうとね、肝心なこと書けなくなっちゃうと思うんですよね。要は訴訟物と当事者が同一だということさえも言えればいいんであってね、長々やっちゃうと失敗するというふうに思われますね。でこれやっちゃったがゆえに、やっぱさっき の債務の一部存在確認訴訟っていうところ の話を全部抜いちゃってるんですよ。要はもう本当にその事案を抽象化しちゃって、債務存在確認訴訟対給付訴訟ね、この場合訴訟物勝利だから二重基礎の問題になるんだよっていうぐらいのことしかこの後書かれてないんですよ。ここやりすぎちゃったんだと思いますね。実際はさっき言ったように厳密に分析するとね、二重基礎の部分って250万円の部分に限られてるんですけど、ちょっとそこの分析がすごく甘くなっちゃってます。でさらに20行目のうのところなんですけど、ここから反訴の話を始めちゃったんですけど、多分こういうこと問われてないと思うんですよね。反訴の形にすればいいとかね、そういう話ではないと思うんで、この問題ね、そういうふうに読み取れないんでね、ちょっとこのところは多分問われてないんじゃないかというふうに思われます。こんなことを書くんだったら、むしろ二重基礎の禁止のところをちゃんとね、250万円の存在のところなんだよっていうのをちゃんと丁寧に書いてあげた方が絶対良かったですよね、そこのところね。でその後、下のブロックの12行目括弧2でね、こちら共同被告の話なんですけども、ここは普通に無難に処理できていると思いますね。例えば15行目のところで、両訴えの訴訟物はいずれも不法行為に基づく損害賠償請求権で、共同不法行為の場合もね、訴訟物はあくまでも709条の、ね、不法行為に基づく損害賠償請求権なんですけれども、いずれも不法行為に基づく損害賠償、これは問題文にも書かれてたんでね、ここは間違える人いないと思うんだけど、いずれも不法行為に基づく損害賠償請求権であり、同請求権は本件事項という同一の事実上の原因に基づくものだということで、38条前段の、ね、要件を満たすよという話になってますね。なんで共同被告にできるという話だと思います。でそれで共同被告の一人に落ち地に管轄があればいいわけなんですけど、それが20行目の意のところで、 B は落ち地に住所兼営業所を有しているということでね、乙地帯に普通裁判席持ってますよと、被告の住所地ね、普通裁判席で、これで話は終わりだと、終わりにしちゃってもいいんですけどね、このあと不法行為地でやっぱ乙地帯に関係があるとか、そういう話も書いてありますね。別に普通裁判席認めた段階でもう終わっちゃうんですけど、いろいろちょっと気になって書いちゃったんじゃないかというふうに思いますね。で今度、課題2の方ですけれども、41ページの上のブロックのところのですね、4行目、やっぱり同じように重複基礎の問題をやってますね。でここでやっぱりあれなんですよね、さっき言った通りちょっと抽象的に捉えすぎちゃってるんで、250万円の部分が重複基礎になるって話はやっぱりここではやってないということ、それと特にいらなかったなと思うのはこの括弧1のあのところですかね、移送の手続きがどうたらこうたらって書いてあるんだけど、これも引かれてないと思いますね。別に移送できればいいとかそういう話じゃないと思うんでね、ここのところね、もうちょっとその手前の理論的なところを聞いてるような気がします。それから10行目のところですけど、ここはね13行目のところですかね、この10行目の、ね、意から始まっているこの段落については13行目のところの途中ですけど、給付訴訟でも執行力も付与することができる点で、給付訴訟の方が紛争解決の手段としては適切だと。で17行目に飛びますけど、債務存在確認請求は同一債権の給付訴訟の提起により確認の利益を欠くということで、それで下のブロックの2行目、B の訴えが確認の利益を欠く、否定を却下されるべきものであるため、で4行目重複基礎状態を回避で、5行目 A の訴えは、重複基礎禁止との関係で適用だと。これ本当は課題1のところでもやっとかなければいけないことなんですけどね、これを多分思い出したんでしょうね、あいけねえやってないということで、それで括弧2のところで多分書いて、くれたんじゃないかと思うんですけど、よかったです、これなんだか気づいて書けてね、本当は括弧1のところで書いておかなきゃいけなかったんだけど、なんとかね書けてよかったと。これさっき私が説明した通りの理屈ですね。括弧1のところで本来だったらもう先に片付けておかなければいけない、問題でした。でその後じゃあ今度ね、高地帯に管轄があるかっていう話を、この41ページの下の、ページのところの、ね、7行目のところで始めてますかね、7行目高地帯に普通か、裁判席を有してるんだと、いうことね。あと金銭
債権の請求って義務履行地で常に債権者の住所地の方に、ね、管轄持ってこられるんですよ。で今回そうすると債権者こうなんで、A さんか A さんなんで高知地裁の方でそういう形でするのも当然できますんで、ね、まあ、何かしら高知地裁に管轄があるんだということを触れてもらえれば、まあ、よかったんじゃないかと思います。でとにかく高知地裁に何かしらの形で管轄さえ生じさえばあとはもう38条前段で他の共同被告も全部引っ張り込んでくることができますのでね、まあ、そんな感じのところで、処理が終わったんじゃないかと思いますね。というわけでこれねちょっとどうなんだろうね、この債務存在確認訴訟の件とか雑なところがねここはだいぶ痛かったと思うんですけどね、250万円という限定をしてない、ところはちょっと厳しいんじゃないかと思うんだけど、ただまあ結局債務存在確認訴訟の継続中に旧訴訟が提起されると訴えの利益がね、なくなるから二重起訴状態になくなるよってことをかけてるから、まあ、ちょうど半々、まあ、合否が分かれるギリギリのラインにいるんじゃないかと、他の受験生の、まあ、出来次第だと思うんですけどね、合否が分かれるギリギリのラインのところにいるんじゃないかというような感じがしますね、この答案ね。で今度設問2の方なんですけども、41ページの、17行目ですね、こちらの回答例のね41ページの17行目でこれね、どこの方に向かっていくのかっていうと42ページの、ところなんですけれども、やっぱりあれだな、さっき の法定黙秘文書ね、そこを触れてますね、それが42ページの、2行目の縦に220条4号8っていうところです。ただ残念ながらこの括弧2の、論述の内容が結局黙秘すべきものに当たるのかどうか、要は医師が、ね、職務上知り得た事実が何でもかんでもその提出命令拒める自由になるわけじゃなくて、その中でも特に黙秘すべきものじゃなければいけないんですけども、その黙秘すべきものに当たるかどうかという検討が一切されてないので、どうなんだろう、他の受験生の出来次第だと思うんですけど、あんまり点数は良くないなという感じがしますね、まあ、ただこの条文を上げたという点では良かったんじゃないかと思いますけどね。でこの後、20行目以降は自己利用文書の話にやってるんだけど、当たらないだろうな、明らかに当たらないようなものをちょっと検討しても意味がないんじゃないか。例えば下から42ページの下のページの7行目なんですけど、診療記録は場合によっては社会保障の申請や保険申し込みの場面などで提出を求められうる文書であって、要はほら外部開示予定されてるってやっちゃってるんじゃない、もうこれ自己利用文書じゃないじゃないですか。なんでこういう文書なのに当たるわけがない文書わざわざじゃあ自分で問題提起してね、当たるかってやってやっぱ当たりませんでしたってやることはあまり意味ないんじゃないかというふうに思われるんですよね。だから、まあ、今回やっぱこの黙秘義務が前はね黙秘すべきものに当たるかどうかってところを中心に書いてもらえればよかったんじゃないかと思います。ただねこれもね結構失敗した人、多分自己利用文書で書いた人結構多いと思うんですよ。なぜなら予備校がそればっか教えてるから自己利用文書はやっぱりね事前に、論証とかね覚えてる人もいると思うんだけど、多分それ飛びついてね無理やりなんか無理くり、自己利用文書に話に持ってっちゃった人もいると思うんで、まあ、ここのところは意外とこれだけで合否が決まるわけじゃないと思うんで、そんなに心配しないでもらいたいなということね。設問1だから設問3の方で結構決まってくるんじゃないかと思います。だから逆に今設問にできた人はすごいアドバンテージですよ。これだいぶ一気にね有利になったんじゃないかと思いますね。で今度設問3の方はね、さっきの補助参加の申し出、なんですけども、それが42ページの下のページの23行目ですね。こちらも条文指摘して終わりですよ、23行目。補助参加の申し出は補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならないとしており、で2項はねこの43条の2項ですけど、補助参加の申し出は補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができると。で45条1項は補助参加人がすることができる訴訟行為として上訴の提起を挙げているということで、それでね13行目に飛んできます、43ページのね上のページの13行目に飛んできますけど、よって第一審で補助参加をしていなかった B が A のために控訴をすることはできないため控訴は不適応であるとする C の主張は妥当ではないと、こんな感じのところで今私が喋ったぐらいのことを書いてくれたらもう終わりでいいと思うんだけどね、まあ、そんな感じで、OK だと思いますね。これは十分合格だと思いますね。ちょっと余計なことを上に書いちゃってますけどね。で、今度15行目主張括弧のところですけども、これはさっきの補助参加の利益ですよ、結局その、被害者がじゃなくて共同不法行為者の一人が被害者の方に補助参加できるかって話なんですけど、これは補助参加の利益をね訴訟物非限定説の論証すれば、あとは求償権のところ着目してもらえればね、肯定できるんじゃないかと思います。でそうするとこの論証のポイントになるのは43ページの上のページの20行目の途中のところです。訴訟の結果とは訴訟物の判断およびこれを導く重要な事実についての判断ね、まあ理由中の判断ってことだと思うんだけどね、主要事実についての判断のことを言い、これにつき利害関係を有するとはね、まあ、こっちはあまりこの事案あまり関係ないですけど、法律上の利害関係につき事実上影響を与える関係にあることを言うんだということね、まあ、非限定数上のところしかにね訴訟物だけじゃなくて、まあ、理由中の判断も含むというところですね。でこの後、次の、
下のブロック行きまして3行目、まあ、本件ではここから当てはめ始まってますけど、8行目ですね、その過失割合に従い求償関係が生ずる。で10行目 B の C に対する求償権という法律上の利害関係につき事実上求償できるか否か、できるとして過失割合いくらかという影響を与えることになるということで、12行目ね、 B は補助参加の利益を有するということで、最後に19行目、よって B にはこの訴訟の補助参加が許されないので控訴をすることもできないとする C の主張かっこいいは妥当ではないってことで、最後21行目か、C の主張はいずれも妥当ではないから並行裁は B の控訴を適法として、C に判断すべきということで、一応私が喋ったところだけ書いてくれれば、まあ、十分筋の通った合格とはなってくると思いますね。その途中ちょっとなんかよくこんな余裕があるなと思いますけど、まあ、なんかいろいろ書いてるんですよ。まあ多分間のところはあまり書かないでね、私が喋ったところ書いてくれればもう十分合格できるものだと思うんですけども、まあ、そんな感じの答案でしたね。というわけでこの答案合格できるかっていうとね、まあ、この設問さんは大丈夫です。ちゃんとしてること全部書いてるんで大丈夫なんですけど、まあ、設問2でね、結局黙秘文書を触れたのはいいんで、そこはちょっと触れてない人と比べると有利になるけど、まあ、中身がね黙秘すべきものに当たるかどうかという検討がされてないと、まあ、実際はその訴訟でね、その当事者自身がいろいろその診療録に書かれてることを訴訟で提出とかしてるから、実際黙秘義務がもう多分免除されてる状態になっちゃってるから、黙秘すべきものに当たらないという形で多分持っていくのが多分妥当なところだと思うんですけどね、まあ、そういうところがまあ書かれてないんで、ちょっとこう点数はあんまり書いてない人と比べると少し点数もらえるぐらいで有利になったのかなっていうところですかね。で説明書のところはさっき言ったように半々ね、なんで、まあ、多分ギリ合格もしかしたら、うん、ちょっと何とも言えないですけどね、まあ、ギリ合格ラインに入ってるかもしれませんね。他の受験生のちょっと相対的なところを考えたときに、そんな完璧に全部できる人いないから、まず誰もいないはずですから、まあ、相対的に見て、まあ、なんとか合格ライン入ってくれてるんじゃないかと、もう願うばかりですよ。まあ、そんな感じのところですね。さてじゃあ今度刑事系入っていきますね。刑事系に関しましては、まあ、ちょっとこう分析で再現答案中心に説明していこうかなと思うんですけれども、まあ、44こちらの、ね、問題文の44ページのところを見てもらえると分かるんですけど、まあ、今年から急に、まあ、事例を3つに分けてね、ちょっとこう細切れにして聞くようになったというところですね。で、まあ、従来なんかこう司法試験って事務処理の能力の試験になってるんじゃないかということを、散々弁護士会の方からですね、こう批判をしてたんですよ。で、多分そういうのを受けてかは分からないんですけど、事務処理能力だけで決まんないような問題出してきたんだと思うんですよね。でもその反面なんか憲法がね、逆に事務処理能力を試すような問題になっちゃったんですけど、まあ、なんか非常にバランス悪いですけどね。でも少なくともなんか刑法はその事務処理能力を試す問題ではなくなりましたね。本当に刑法の理論的思考ができるのかどうかというところを見るような問題になったんだと思います。でまず事例1の、ところなんですけれども、まあ、名誉毀損罪の性否が問題になるわけなんですけれども、例えばですね、これちょっとそうか、これすいません、もう一回の 解説、私の講師レジュメの21ページを、まあ、見てもらいたいんですけれども、名誉毀損罪の性否というところね、21ページの一番上のところ、具体的事実を適時つ名誉毀損罪の構成要件、まあ、公然と事実を適時人の名誉毀損の該当性を検討し、同罪の性否につき、まあ、結論を出すと。で本文は特にね、公然性の構成要件、要素との関係では伝播性の、ね、理論の解釈と当てはめを丁寧に、まあ、すべきような事案だったんじゃないかというふうに思いますね。で中のところですけど、まあ、問題文にね、オツに公益を図る目的がなかったとの記載があることから、まずね、構成要件該当性認められた場合に230条の2により違法性が阻却されることはありません。また目的にね、公益性がないときに真実性証明させちゃ絶対いけないじゃないですか。真実性証明されたらって法廷で無駄にその人がなんか名誉毀損されるだけになっちゃうんだから、だから目的の公益性がないときは真実性の錯誤も問題にならないんですよね。ですので、まあ、そういうことを書いちゃった人はちょっと減点になっちゃったんじゃないかというふうに思います。これで真実性の錯誤までいっちゃった場合ね、は問題になるんじゃないかというふうに思いますね。ちなみにこれは一つの見解なんですけど、230条の2で違法性が阻却されない場合でも刑法の正当行為で、ね、違法性が阻却されるという見解もあるんですよ。まあ、逆に名誉毀損に関しては230条の2だけでしか違法性が阻却されないというのが多分一般的な理解なんじゃないかと思うんだけど、まあ、中には、ね、正当行為に当たれば、まあ、違法性が阻却されるという見解があります。ただ本件は目的の公益性がないって書いてあるじゃないですか。それなんで目的の公益性がないのかというと、なんかこの機会に恨みを晴らそうとしてなんか名誉毀損するようなことをやってるということは問題文に書かれてるのね。恨みを晴らそうとこの機会を利用して恨み晴らそうとしてと、正当防衛の場面で言ったら積極的加害意思がある事案みたいな感じになっちゃうから、それはこんな事案で正当防衛が認められるわけありませんので、ね、まあ、いずれにしろ、まあ、違法性阻却のことはもう書かない方が良かったんじゃないかと思うんですよ、この事案ではね。おそらくね、44ページ、問題文の44ページのですね、事例1のところの縦2のね、2段落目の、もう一回ね、44ページの
事例1の縦2の2段落目の1行目の、ね、終わりの方ですね。この機会に恨みを晴らそうと思い、でそれであの PTA を、ね、あの招集して、そこでいろいろ人の名誉を毀損するようなことも言っちゃってるんですけどね、まあ、そういう点で、ちょっとこう正当行為にも当たるわけないだろうなというようなところが思われるんじゃないかと思いますね。というわけで今回はおそらくあの構成要件該当性のところを中心にまあ書いていけばよかったんじゃないかというふうに思われますかね。でこれちょっと再現とは見ていきましょうか。まずじゃあこれちょっと事例ごとにばらしていきますね。まず事例1の再現とは見ていきます。48ページを見てください。で、48ページの、ね、2行目のところですね、縦1、オツが2年生の数学を担当する教員がうちの子を殴ったと発言した行為につき、ね、名誉毀損罪が成立するかを検討すると。で名誉毀損罪は、ね、公然と人の名誉を毀損する事実を適時することによって成立すると、まあ、ちょっと条文となんか順番入れ替えてますけどね、まあ、これでもいいんじゃないかと思います。で公然、括弧に公然とは、ね、不特定または多数人、本当はこれ正確に言うと不特定または多数人が認識しうる状態なんですけど、まあ、ちゃんとインプット用のテキストでガチにちゃんとね記憶してるとね、不特定または多数人が認識しうる状態を指していきますね。でもちろんそれが故意の対象、認識対象にもなってくるんですけどね、不特定または多数人が認識しうる状態を言います。もっとも特定かつ少数人に向けて発言した場合でもね、不特定または多数人に伝播した場合、これ結果は要求されないです。あの伝播する可能性さえあればいいんですよ。結果は見ません、このところね。伝播する可能性があれば、まあ、結局ね、不特定または多数人が発言したのと変わらない結果になるということで、あの公然性の要件を満たすよという話でやってもらえればよかったんじゃないかと思いますね。まあ、不特定または多数人が認識しうる状態で、不特定または多数人に伝播する可能性があればですね、いいんだという話になってくると思います。で11行目で認識って言葉が書いてあるんだけど、これはあの公然性に対する構成要件的行為の話なんだと思うんですよね。まあ、客観面ではだから、その不特定または多数人が認識しうる状態というのが公然性の要件 でそれに対する故意、主観的な、その故意ね、それがこの11行目の認識だという話になっているんじゃないかと思いますね。で本件においては当てはめが入ってますけど、13行目ね、本件においてオツは保護者3名と校長という特定かつ、まあ、少数の者に向けて、まあ、発言しているということ、まあ、しかし、校長がオツの発言を受けてね、他の教員に対する聞き取り調査を行った結果、教員25名全員に話が広まっていると。教員という関係者に止まっているとはいえね、弊からすれば日常最も顔を合わす同僚全員に知られてしまう上に、人数も25名と上ることから多数に伝播、あ、これだから結果は結構見ちゃってるんだよね。まあ、実際私は結果まで見なくてもいいんじゃないかと思うんだけどね、その可能性があれば、まあ、伝播、結果犯じゃないからね、危険犯だから名誉毀損罪ってね、まあ、結果のところまであんまりこう厳密にやらなくてもよかったような気がしますけども、まあ、話が広まってる。で弊からすれば日常最もね、顔を合わせる同僚全員が知られてしまった上にね、どうたらこうたらということね、まあ、したがってオツの行為には公然性が認められるってことね、まあ、そんな感じのところになってますかね。でこの後カッコさんですけれども、人の名誉を毀損する事実を適時したというには、あ、でこれも一つ問題になりますね。その本件だとあの別に兵の名前を名指ししてやったわけじゃないんで、ここが確かに問題になります。特定のものの社会的評価を低下、まあ、させうる、まあ、事実ね、危険犯なんでね、まあ、低下させうるような事実を示す必要が出てきますね。でオツはどういう発言したかというと、まあ、兵を名指ししないで2年生の数学を担当する教員っていう形で、まあ、ちょっとこうね、名指し、指定をしてるんですけど、ですが結局その該当者が兵しかいないという事案でした。ですのでこれがね、下のブロックの1行目ね、該当者が兵しかいないためね、特定のものに、を対象にしていると言えると。そして教員が生徒の顔を殴るというのは教員として許されない行為であり、あ、ちゃんとこれうまいよね、社会的評価を低下させるっていうのをちゃんと自分の評価をまあ入れてると、まあ、確かにね、教員が生徒の顔を殴るというのは、まあ、教員としては許されない行為で社会的評価を低下、ここもなんか結構差がついちゃったかもしれないですよね。この社会的評価をさせるっていうことをね、皆さんがどういうその事実に基づいてどう評価したのかってところで、まあ、結構ね差が出てくるかもしれませんけどね、これはうまいなというふうに思います。まあ、したがって、オツの行為は人の名誉を毀損する事実を、ね、適時したものと認められるということね。で括弧4、以上よりオツには名誉毀損罪の構成要件該当性が認められ、教員が生徒を殴るという事実はね、公共の利害に関する事実にかかるものの、オツには、ね、公共公益を図る目的はなかったため、230条の2の特例の違法性は却却されないということね、まあ、いいんじゃないかと思いますね。で当然この目的の公益性がなければ、ね、真実性の立証を許されませんので、真実性の策も問題になりませんから、まあ、構成要件該当性確定と同時にです、ね、その名誉毀損罪の成立が確定するという感じなんだと思いますね。というわけであれかな、この答案は設問1はもうあっさり書いて、で設問2でなんか勝負するような感じだったんですかね。
あ、設問さんも結構、あ、そうだね、設問に結構厚く書いてるから、設問にで勝負するために、設問1は本当に必要最小限のことをね、書いてるような感じになってるのかと思いますね。で、今度ね、設問2の方なんですけど、ちょっと問題文を見てください。この今の、再現答案の、ある冊子の45ページのところなんですけども、設問2というところですね、45ページね、この再現答案がついている冊子の、設問2、事例2における河野在籍について以下、括弧1括弧2に言及しつつ論じなさいと。で、括弧1、これ変わった形式ですよね。まず括弧1は不作為による殺人未遂が成立する立場からどう説明するか、で、括弧2の方が保護責任者遺棄等罪ね、まあ、同致傷罪も含むにとどまるとの立場から、まあ、殺人未遂が成立するとの立場に対してどう反論するかって形で、まあ、やっておりますのでね、まあ、ここのところが一つ大変だったんじゃないかと思います。で、一つ、これ争点なんだ、私のちょっとこう、講師レジュメの方の21ページのところなんですけど、まあ、どこでこのね、その殺人罪と保護責任者遺棄罪を戦わせるかって話なんですけど、まあ、客観面と主観面それぞれ勝負するところがあると思うんですよ。まあ、一つはあの客観面だったら作為義務のところ、そして主観面だったら、まあ、その殺意のね、有無のところ、公費のところで勝負することができるんじゃないかと思います。で、この点、まあ、これ結構再現答案が面白いこと書いてあるんで、ちょっとこっちの再現答案の方でいこうと思いますね。まずね、48ページにすいませんいきますけども、41ページの設問括弧に小問括弧1について、で、括弧1、甲が崖近くで転倒していたオスの、ね、救助を一切行うことなく立ち去ったことにつき、不作為による殺人未遂罪が成立するかを説明するということね、まあ、殺人未遂の、ね、をまず書きます。で、括弧2の案のところですけど、不作為による殺人未遂罪と保護責任者遺棄致傷罪の行為は外形が同じということで、もう殺意の有無で判断すると、もう客観面では判断できないから、もう殺意の有無で判断する、これは多分判例の見解に整合する、ね、見解なんだと思うんですけど、まあ、殺意の有無で、まあ見ていくんだと、客観面ではちょっと、ね、区別がつかないよという話なんだと思いますね。で、今度 E のところで、今度一応までもその、ね、作為義務がないと、まあ、最低限殺人未遂いきませんので、作為義務を多分この後検討してきますね。 E のところ、不作為であっても作為の形式の構成要件の実行行為と同程度に法益侵害弱気の現在危険性があれば、作為による実行行為と、ね、同価値なものとして実行性があるんだと。で、この同価値性は作為義務をものが作為が可能かつ容易であるにもかかわらず作為義務を、尽くさなかったと言えるときに肯定できると。で、作為義務の有無は、ここが大事ですよね。法令や条理などから形式的に判断するんじゃなくて、1、排他的支配があり、で、2、危険の喪失または危険の引き際があると言えるときに認められると。これおそらく文章の流れからすると1と2は多分かつなんでしょうね。どっちか一つで足りるっていう見解じゃなくて、これ両方必要なあの見解に立ってるんじゃないかと思います。あの、これいろいろ見解ありますけどね、あの不申請不作違反の作為義務ってどういうときに認められるのかってことで、まず今少なくてもあの法令とかその、ね、条理とかそういう事務管理とかそういう形式のところだけでも決まらないっていうのは一致してますけど、その他に排他的支配だけあればがあればいいっていう見解、いや排他的支配だけでは足りなくて、排他的支配があることに加えて、危険の引き受け行為あるいはその、ね、危険の喪失行為、選考行為、そういうのがないといけないんだっていう見解あると思うんですけど、それは後者の見解、この答案後者の見解に立ってるんじゃないかと思います。で、多分これがね結構一般的な見解なんじゃないかというふうに思うんですよね。この排他的支配だけじゃダメでね、排他的支配に加えて、もう排他的支配は絶対必要なんですけど、排他的支配に加えて、その引き受けあるいは選考行為ね、そのどっちかが要求される、そういう見解に立ってるんだと思います。で、今度うのところですけど、まずね、子は親に対して扶養義務を負っていると。でも、まあ、法令上の救護義務ね、これだけじゃ決まりませんので、この後が大事になりますけど、この次のね、そしてっていう段落ですかね、49ページの上のブロックの6行目のそしてっていう段落、これ排他的支配の話してますよね。11行目で排他的支配があるというところですけど、まあ、6行目から読んでいきましょう。そして、本件でオツが転倒した場所は草木に覆われておりね、山道や駐車場から倒れているオツが見えなかったことから、第三者が偶然発見して救助する可能性が低かった。さらにオツは意識を失っていたため、自力で救助を求めることもできずね、オツが近くの崖から5メートル下の岩に落下し頭を打つなどして生命が失われるか否か甲にかかっているということで、まあ、排他的支配を肯定しています。で、この後、12行目でまたという段落で、ここはあの危険の喪失を認定しているようですね。読んでいきましょう。本件では甲が駐車場で倒れているオツにね、親父大丈夫かと声をかけたことによりオツは意識を一時取り戻し、崖に向かって10メートルほど歩いて再度意識を失っていると。かかる行為により死亡するほどの怪我でなく生命侵害の危険がなかった甲に崖から落ちて岩場に頭を打ちつけてね、死亡する危険を生じさせと言えることから、まあ、危険の喪失があるということね。今回の難しさはここだったんでしょうね。あのこういう排他的支配だけでは作為義務を認めないっていう一般的な
な見解に立つと先行行為か引き受け行為がなければいけないはずなんですよ。だけど本件の事案そこを認定するのはすごく難しかったのね。単に声かけただけなんでね、親父大丈夫かというふうに声かけただけなんで、これで危険の阻止行為があったのかあるいは引き受け行為があったのか認定するのは難しいんだと思うんですよ。でも逆に言うとこの方はこの声さえかけなければ崖の方に向かって歩くことはなかったんだと、そういう危険な、ね崖の方に向かって歩くことはなかったんだから、これが危険の阻止行為になってるんだというような評価をしたようですね。これなんとかうまくとにかくこれは今回殺人未遂を成立方向で立論するということが求められているわけだから頑張らなきゃいけないところなんですよ。普通に考えたらちょっと難しいんじゃないかというふうに思うかもしれないんですけど、今回は立論の結論がもう決まっちゃってるからね、もうとにかく頑張らなきゃいけないというところで、この頭の使い方がだから今までの過去問と違うんだよね。今までも自分の見解に従ってもう自分が思うまま書けばよかったんだけど、今度からそうはできない。自分はねこの殺人未遂が仮にこれ成立しないと思っても成立する方向で立論しなければいけなくなっちゃったから大変なんですよね、ここのところね。かといってね、排他的支配だけでいいっていう見解に立つのもね、そんな一般的な見解じゃないのを立つっていうのもやっぱそれはそれでその理論面のところ理由が相当必要になるじゃないですか。だからそうなるとね、まあ、一般的な見解に立った上でね、排他的支配だけじゃ足りず、まあ、危険の引き受けか喪失行為がないといけないんだという見解に立った上で、まあ、当てはめ事実認定のところで勝負するっていうね、作戦にこの方は出たんじゃないかというふうに思いますね。まあ、非常に工夫できてると思います。あとはこの今のね続きで19行目のところで、これは作為の前は可能性容易性のところ触れてましてね、21行目で容易とか書いてありますけどね、まあ、容易性可能性触れて、で23行目でまあ同価値性の結論を付けておりますかね。でその後、実行の着手時期を下次の下のブロックの括弧3のところで特定して、で括弧4で故意ですね。で故意はね、この方はあれだな、認識任用説を取ってるのか、判例と同じだね、認識任用説ね、判例理由を言わずに、まあ、認識任用っていうふうに言うからちょっと困っちゃうんだけど、まあ、認識任用説に立っていますね。でそれであとは当てはめが、10行目以下のところからされてますけど、こうは転倒し認識意識を失ったオスのすぐそばが崖となっておりね、崖下の岩場にオツが転落して死亡する危険がある一方、コウがオツを救助し得ることを認識していたということね。であとは、コウはオツから顔面数回殴られ指摘されたことを思い出し、オツを助けるのをやめようと考えていることから、まあ、消極的に死の結果を任用。実際さ、この事案に任用も肯定するの相当難しくありません？だけど今回しょうがないんですよね。殺人、まあ、未遂成立する方向でやれっていうふうに今書かれちゃってるからね、まあ、そこをなんとかちょっと頑張んなきゃいけないんで苦しいところなんだけどね。これ皆さん多分自由に書かせたらさ、結構殺意否定する人いるんじゃないですか。これだけの事実関係しかなかったら、まあ、ちょっと認識はあったかもしれないけど任用まではしてないんじゃないかっていう形で、まあ、やった人もいると思うんだけど、ね、今回ちょっと殺人未遂の肯定する方向で立論を、ね求められてるんで、まあ、こういうふうに頑張ったんだと思いますね。だからこの書いた人が本当にそう思ってることか分かんないんだよね。多分問題文に食らいついて何とかね求められてることに応えようとした努力の形跡なんだと思うんですけど、で今度証文括弧にですね、今度は保護責任者遺棄致死罪にとどまるという見解の方にありますけども、まずね括弧に殺意がないとの反論ですね。でそれで一つ面白いのは、要はまあ客観的に結構危険な状況になってたんですけど、49ページの下のブロックの一番最後のところ23行目必ずしも崖に落ちるとは限らずというところね。でオツが次のページいきますけど、意識朦朧としたまま崖に落ちて頭を打って死亡する事態が生ずるには偶然重ならなければならないにもかかわらず、コウが、ね、自身の不作為がオツの死の現世現世を要する行為だと認識しているということはできないということね。で当然次のところ、まあ、任用も、ね、ないんだということを書いてありますけど、まあ、結構なんか事実認定レベルのことをこの殺意のところでは展開しているなというイメージになってますね。まあ、法律論レベルになりますけど、判例は故意 の、ね、内容認識任用説取ってますけど、学説 で認識任用って言ってるのはまあないはずなんですよ。で多くの場合ほら責任主義の観点から確定的な故意がいるとかさ、まあ、そういうのを担当試験の勉強でまあやるかもしれませんけど、まあ、そういう見解に立つとね、確定的な故意は絶対ないからこの事案だから、まあ学説レベルのところでね、故意っていうのはもう確定的な認識を要求すべき責任主義の観点から、まあ、確定的なもう認識を要求すべきだって例えば見解に立っちゃうと、当てはめあの事実認定のところはあんまり頑張らないで、法律論レベルのところで保護責任者遺棄致死の方を導くことも可能ですね。で、まあ、同じように認識任用説ともに立つんであれば事実認定レベルのところが勝負になってくると。だからこれは皆さんの答案がどういう構成を取ってるかによって裁定者も大変でしょうね。これを今度1番からね4000何百番のところまで順番つけていかなきゃいけないわけじゃないですか。まあ多分いろんなことをみんな書いてると思うので、本当に結果がどうなるか分かんないですね。どういう答えが求められてたのいたのかっていうのは結局採点実感見るまで、まあ、次第の指示か採点実感見るまで分かんないと思いますのでね。まあ、そんな感じのところかと思いますね。でこの後作為義務のところ
なんですけれども、こちらはね、まあ、一応なんか客観面でその殺人罪と保護責任者遺棄罪の保護義務、索取義務と保護義務違うんだっていう見解を、9行目あたりのところからまあやっていて、当てはめレベルのところでは21行目のところで死の結果への因果の流れを作り出すものということはできないということで、これで保護義務をね、否定してるんですかね。あ、保護義務はあれか、作為義務までは認められないけど保護義務はあるって話で持ってってるんだな。それで保護責任者遺棄致死罪って形でやってます。まあ、正直これ多分こうやって書く人はこの人だけしかもしかしたらいないかもしれないし、他の人もいるかもしれないけど、人によって書き方多分バラバラになるところだと思いますのでね、まあ、これはこれでまあ一つの筋なんだと思うんですけど、まあ、いろんな書き方ができるところだと思いますね。あと今度最後設問3なんですけれども、また45ページ戻ってください。設問3の結論部分は、ね、46ページなんだけど、これまた分かりにくい問題でしたね。46ページで、最後のブロックのところなんですけど、この場合公には無関係の邸を救助する義務は認められないので、殺人未遂罪は成立しないとの主張に対し、親に生じた危難について子は親を助ける救助する義務を負うとの立場を前提に、公に同罪が成立すると反論するにはどのような構成が考えられるかについて論じなさいと。でこれがやらしい問題なのが、誰今回ね、客観的に死の危険が迫っている人2人いるんですよ。この、行為者のお父さんであるおつさんと全く見ず知らずの帝さんがいるんですけど、どっちの在籍を聞いてるのかがよく分かんないのね。1行目見ると帝に対する在籍聞いてるのか、見ず知らずのね、第三者の帝に対する在籍聞いてるのか、でも2行目で急に親がどうのこうのって話してるから、これやっぱ親に対する在籍聞いてるのかなとも思えるのね。でそこで今度また前のページ戻るんですけど、設問3の構造が実はこうなってたんですよ。45ページの設問3って書いてあるところなんですけど、事実2の6から9までの事実が以下の10および11の事実であったとするってなってるじゃないですか。要はこの6と9を10と11に差し替えるだけであって、この何を聞いてるかっつったら、結局設問2の柱書きのところに戻るんでしょうね。設問2、事例2における公の在籍について論じなさいっていうところに戻ってくると思うんで、普通に死の危険が迫ってる人が、事例3は普通に死の危険が迫ってる人が2人いるような状況の中で公の在籍をかけっていうふうに言ってんじゃないかというふうに思うんですよ。ただ実際の受験生はね、これ勝手にどっちかに自分で特定してそっちだけを書いてた人が多かったようです。いろいろ話を聞いてるとね、帝だけの在籍検討しちゃったりとか、あるいはオツだけの、お父さんのね、オツだけの、まあ、在籍を検討しちゃったりとかね、してた人が多かった、ほとんどの人そうだったんじゃないかな。でこれはね、もう悪いけど問題文の書き方悪いですから、これはしょうがないです。ここはもう問題文が悪いですよ。これはもう皆さんのせいではなくて問題文が分かりづらいということになるんだと思うんですね。でこの点ね、特にお父さんのことを認識して、お父さんが近くに倒れてることを認識してなかったんですけど、お父さんに対するその殺人未遂罪の成否に関しては多分不能犯の理屈でいけるんじゃないかと思うんですよ。具体的検説あるいは修正客観説に立っても、いずれにしても多分不能犯っぽい理屈で、その実際には気づいてなかったね、本当は手を見てたんだけど、それを勝手にお父さんと思ってたんですけど、おそらく不能犯的な理屈でいけるんじゃないかと思います。でもすごく難しいのは、本当にその行為者と全く無関係な第三者である帝さんに対するその不作為による殺人罪の誠意、こっちはねちょっと不能犯という理屈が使いづらいんで、本当にそこは難しいんだと思うんですよね。で例えばそこで理屈をひねり出したのがこの再現答案の方なんですけど、再現答案はね、これね、帝の在籍だけ聞かれてると思っちゃったみたいなんですよ。帝の在籍しか書かれてなかったんでね、そんな感じのところになっちゃったんですけど、ちょっとこれ見ていきましょうか。でも本当にこんなこと聞いてるのかなってちょっと思うんですけど、ちょっと見ていくとね、作為義務の体系上の位置づけ、皆さん普段構成要件要素で押さえてるんじゃないかと思うんだけど、違法性に位置づける見解もあるんですね。で違法性に位置づける見解に立つと、全ての不作為がとりあえず構成要件に当たっちゃうことになるので、そういう無関係な帝さんに対する殺人未遂罪を肯定しやすい方向になっていくんですよ、スタートのところね。本来だったら作為義務をその、要は保証人的地位、あるいは作為義務を負う人の不作為だけが構成要件に当たるという、皆さんの一般的な、見解に立つ場合は、もともと客観的に作為義務を負ってない人に対してなかなか不作為による殺人って認めづらいんだけど、作為義務の体系上の位置づけを違法性に位置づけてね、とりあえず誰の不作為でも、とりあえずも危険の発生の危険があるような不作為は全ても、その構成要件に当たるんだという見解に立っていくと、殺人ミスが肯定しやすい見解になって方向に行くんだと思います。でそれそういう方で書いてますね。50ページちょっと見てください。再現答案ですね。
で縦一、公に定に対する殺人未遂罪が成立するとの反論をし得るためには、客観面からも主観面からも、ね、殺人未遂罪が成立するという必要があるんだと。で今回難しいのは客観面なんですよ。全く無関係の人に対して普通に作為持ってないから、まあ、これは難しいところです。主観面は、ね、あの客体の作為で処理してくれればいいんだね。事実の作為で客体の作為でやってくれればいいから、主観面はそんな難しくないんですけど、客観面が難しいですよね。でそこで縦1のところの8行目、作為義務の有無は法的評価の問題であり、構成要件に含まれるものでなく、違法性の問題として捉えるべきだということね。基本書にはあの書いたんだよね。予備校の本、私の本なんかもちょっとこういうところ飛ばしちゃってるところがありましたけどね、まあ、結構こう基本書なんかだと、まあ、もともと長いから刑法だけでもね相当なページありますので、まあ、こういうの書いてますけど、まあ、多分これは基本書ちゃんと読んでる人だったんでしょう。というわけでとりあえずこれが正解かは分かんないんですけど、まあ、一つの考え方でしょうね。というわけで違法性の問題として捉えるべきなんだということね。まあ、実際これ答えだっていうふうには皆さん決めつけないでくださいね。まだ分かんないからね、趣旨と実感をちょっと見てみるまでちょっと分かんないですね、今度もね。でもとりあえずまあ違法性の問題で、今度縦に客観面のとこですけども、とりあえずね置き去りにした時点でもう構成要件に当たっちゃうという見解になりますので、14行目ですかね、重傷の人を置き去りにした行為は殺人罪の構成要件で結果発生の限定権性がある行為というため、まずねあの殺人罪の実行構成、これで肯定されちゃうんですよ、違法性に位置づけるとね。でこういうその本来その構成要件に位置づける見解が絞り込んでいるようなことを違法性レベルのところで絞り込んでいくことになります、この見解に立つとね。でそれが括弧2のところですけども、次に違法性を検討するということで、違法性の本質は社会倫理規範に違反する法益侵害、その危険にあることから社会的相当性を逸脱する行為による法益侵害が違法であると考えるんだということをやってますね。で21行目、公と同じ立場にいる一般人でも邸を乙と誤認する可能性が十分に存在することから、で51ページの1行目、公はかかる行為により邸の死亡という法益侵害の危険を生じさせているため、公の行為は違法なんだと。ちなみに今ね私が読んだところは、あの仮にこれ邸の在籍じゃなくて倒れてあのお父さんの方の在籍を検討するときに不能犯の理屈で処理しようとしたとき、これをあの構成要件レベルのところであのこれと同じようなことを書くことになると思いますよ。もう一回読みましょうか。あの50ページの下のブロックの21行目、公と同じ立場に、これ具体的建設に整合する表現ですけど、公と同じ立場にいる一般人でも手を押すと誤認する可能性が十分に存在で、51ページの方でね、公はかかる行為により手の死亡という法益侵害の危険を生じさせるということで、公の行為はまあ違法、まあ、実際あの不能犯の問題としてやるときはこれ違法じゃなくてあの、まあ、実行行為足りうるんだっていう話でね、まあ、やりますけども、まあ、おそらくあのこういうところがちょっとこうおそらく不能犯の話を、手の方には使えないと、乙の方には使いやすいんだけど手の方には使えない、でもこうなんとかしないといけないということで苦肉の策で不能犯の理屈をなんとかこ うまく応用しながらやったのかな、分かんないですけどね、まあ、ちょっとこれが書いた人に聞かれて分かんないですけどね、まあそんな感じちょっとしますかね。まあ本当にこれが答えだったらちょっとねあのっていうのはちょっと分かんないですけども、で今度は主観面のところですけど、こちらは普通に事実の作法で処理してますかね、まあ、10行目のところですけど、本件において公は乙というおよそ人を殺すつもりでね、邸というおよそ人を殺しているため同一構成要件の範囲内で不合ということで公訴却されないよということで、まあ、殺人未遂罪が成立しているということになります。まあ、今回の特徴はいずれにしろ普段皆さんがあのこう覚えているようなあの見解ね、自分のこう事例処理に使っているような見解だけではなんか素直に処理できないような問題を聞いてきているというところがちょっと特殊な、まあ、事情 で今回例えばこれでちゃんとあの論文の順位をね1番から4000万ぐらいまでつけられるんであれば今後もこういう傾向で続くんでしょうし、あるいは、まあ、これだとちょっと結局みんなが設問3もう全然書けないから設問1と設問2だけで決まっちゃうっていうような結果になったとしたら、多分こういう問題はねちょっとこういろいろなんかこう理論面のところを事前に勉強していなければいけないっていう問題は出ないんじゃないかと思うんで、これは多分今後の傾向がどうなるかっていうのはもう本当にこの今回の結果次第なんだというふうに思ってますね。でちなみにあの松宮先生っていう刑法の先生がおられますけども、あのブログをやってるんですよ。あの本名でやってなくてね、たぬき教授っていうあのちょっとこうね名前でやってますけど、この刑法のね解説が詳細に書かれてました。で松宮先生はね、あの設問さん不能犯の話っぽく書いてあるんで、おそらくねあのオズの在籍を多分念頭に書いてるように読めるんですよ。だから逆に松宮先生は邸の在籍を念頭にしてなくてね、多分オズのこと聞いてるんだなって思って、もしかして書かれてるんじゃないかと思うんだけど、まああのたぬきブログっていうんで検索するとまあ出てきますので、あの最新のねブログでちょうど刑法さん結構詳細に設問1から設問3までまあやってますけどね、説明するのは不能犯っぽく書いてあるんですけど、おそらくあれはオスの在籍を多分想定して、まあ、書いてるんじゃないかというふうに思います。さてで今度係争ですね。で係争はの、まあ、捜査のところはビデオ撮影の適用性で、説明2の方はね伝聞証拠のね、ところを聞いております。でこれに関してはね結構再現答案がちゃんとしてるので再現答案見ていっちゃいましょうか。56ページ見てください。なかなかよくできたね再現答案ですね。56ページ
で、設問1の、ね、まず縦1のところですけども、まあ、ビデオ設定ね、 P は、下線部丸1丸2の操作は無令状で行っているため強制の処分19071項正し書きに当たればね、まあ、令状主義に反し違法となるということね、まあ、無令状でやってますからね。そこでまず事案のし、まあ、あまりこうね長々でやると大変だから、まあ、5行目これ規範、個人の意思に反して個人の重要な権利利益を制約するものがね強制処分に当たると。でそれに当たらないものでもね、7行目必要性緊急性を考慮した上で具体的状況のもとで相当といえる限度でね、まあ、任意捜査として、まあ、適用なんだ、そんな感じの、ね、規案が立てられてますね。でここはまあもうあのちゃんとね強制処分に当たるかどうかってところからちゃんとやってください。いきなりこうね任意捜査の限界のところ飛びつかずに、強制捜査に当たるかどうかっていうところから、まあ、やっていくといいと思いますね。で下線部丸一のところですけれども、まずねこんなビデオ撮影されてるってことを知ってれば当然本人嫌だって言うはずなんですよ。なのでそういうところから13行目項のね推定的意思に反するってことで、まずここで意思に反するところを認定してますね。ここも面倒くさがらずにやらないとダメです。ここのところね意思に反するところ意外と落としがちかもしれませんけどね、ここを面倒くさがらずに、まあ、やるということですね。で今度は、重要な権利利益ね強制処分性を基礎づけるほどの、まあ、重要な権利利益の制約があったかどうかっていうのが、まあ、15行目のところですけども、最も、P は行動上で行動って出た段階で、まあ、なかなか、ね、その強制処分性を基礎づけるほどの、ねまあ、全く権利利益がないわけじゃないですけど、まあ、強制処分性を基礎づけるまでいかないのかなっていうのが、まあ、出ちゃいますけどね、まあ、行動上に止められた車内から、甲が行動に面した事務所のドアに向かって立ち返り、振り返って、ね、歩く姿を要望含めて、ね、20秒ほど撮影したに過ぎないんだと。20秒短い、で行動上の甲の姿は行動にいる通常の一般人にも容易に見ることができるため丸1の撮影によりプライバシーの合理的期待が侵害されることはない。また甲には乱れに要望等を撮影されない自由が認められるもの、これあれだね京都府学連事件判決を多分想起して書いてるんだと思うんだけどね、乱れに要望等を撮影されない自由が認められるものの、ね他人から要望等を観察されうる、ね、行動における要望等の撮影は重要な権利利益の制約には当たらないということで強制処分の該当性否定してますね。これはこれで、まあ、私もこれ強制処分に当たらないだろうなというふうに思ったんで、まあ、こんな感じであと事実丁寧に拾えてるんでね、これ結構いい評価受けられるんじゃないかと思います。で今度任意処分の限界ですね、必要性緊急性とねあと相当性、まあ、それを比較考慮していきますけども、括弧2、のところで2行目、丸1の撮影は V に犯人と甲が同一人物であるかを確認してもらうために行われたものだと。で V が申し立てている詐欺事件とね V と犯人の2人しかいないときに行われね、その今回の詐欺事件は2人しかいないときに行われ、唯一の犯人を目撃している V がね、まあ、被害者 V が、顔はよく覚えていませんと述べていることから、V に甲の要望を見てもらう必要性が高いと、ね、必要性まずある。そして、まだ必要性続いているね、70歳と高齢である V にいつ出入りするかわからない甲をね事務所付近で待って実際に見てもらうというのは酷だということで、要望を撮影するまで必要性が高いということを言ってますね。まあ、被害者の方はまあ、なんか簡単に騙されてお金払っちゃった人なんだけどね、まあ、そういう人だとね、まあ、確かにこうね物忘れも激しいだろうし、さっさとまあ見てもらう必要が出てくるでしょうと。で今度また、本件は修繕工事を装って高齢者を騙すという常習性が疑われる手口であることから、次のでもこうどうなんだろうな、この本件 の捜査との関係で緊急性書いてくれた方が説得力があったと思うんだけど、次の被害者が出る前に、まあ、一般的には、ね、倫理的にはそうなるかもしれないですけどね、ここは例えば70歳、被害者の方70歳だからさ、まあ、ちょっと失礼かもしれないけど、ほら記憶力が、まあ、もしかしたらねちょっとこう弱くなってるかもしれないから、まあ、なるべく早く写真撮ってそれを見せて確認する、緊急性が高いとかね、そんな感じでやってくれてもまあよかったかもしれませんけど、まあ、これはこれでありかもしれませんね。まあ、次の被害者が出る前に犯人を検挙する要請が強くね、犯人性を確認するため、そう撮影する緊急性も認められるってことね。まあ、確かに考えてみたら米子銀行強盗事件でね、まあ、猟銃とかさ、いろいろ結構危険なものを持ってる人について、やっぱりそういうところ着目して緊急性がある、必要性があるということを言ってた裁判例があります、判例がありますのでね、まあ、そういうところを考えたらこういう事情も使えるのかもしれませんね。はい、で今度次ですね、またっていうところを今読んだので、今度あれだ、14行目のところでね、ここから必要性と緊急性考慮した上で本当に今回のビデオ撮影が相当と言えるかどうかというのをちゃんと比較考慮してるんですよね。ここは相当評価高いでしょうね、ここ書いてる時点でね、まあ、このような状況において14行目ね、このような状況において行動上の甲を20秒ほど撮影することは相当と言えるか見ていくんだと。でビデオ撮影は写真撮影に比べて甲の乱れに要望等を撮影されない自由の制約の度合いが、ね、高い。しかし人がそのものと犯人との同一性を判断する材料は顔のパーツにとどまらない、体の動かし仕方や、ね、全体の雰囲気など動画でしか認識できない要素もまた犯人性の重要な判断材料になる。そこで顔をよく覚えてないという高齢の部位に犯人性を判断してもらうために甲の要望を含めて、ね、20秒ほど撮影することは具体的状況によって相当だということで、ちゃんとこの本件事案における必要性と緊急性との関係でこの捜査が、ね、
本当にバランス取れてるのかどうかってことをちゃんとやってるんで、これはあの相当性、要はあの任意操作の限界の判断枠組みをよく理解している人の文章ですね。これはあのもう完璧な答案だと思いますよ。これは本当に1位になってもおかしくないんじゃない、この当てはめのところから見たらね。もうこんなに書けないでしょなかなか、普通ね、あの時間内に書けないでしょなかなかね。これは非常にいい答案ですよ。というわけで、まあ、従って丸1操作2操作の限界を超えて終わらずね、適用だという形でもやってますね。まあ、結論はどっちでもいいと思うんですけどね、まあ、ちゃんと具体的なこの比較論ができているところは非常に優秀な、答案だと思います。で今度、57ページのところですけども、下線部丸2の適用性ですね。こっちはあれなんだよね、隣のマンションの2階かなんかに登っちゃって、このねドアの最高の窓からね、あの普通の人が行動からだったらと覗く見ることができないようなところからこうちょっとねビデオ撮影しちゃったんですけどね、まず、丸2も丸1同様、甲が自身を犯人と疑う P に事務所内の工具箱を撮影されると知ればね、まあ、拒否したはずなので、まあ、推定的意思に反すると、まあ、この認定を忘れずにと。で今度6行目では、個人の重要な権利利益を制約しているか、丸2の撮影対象となっている工具枠は甲が行動上に持ち歩いている物なので、一見するとプライバシーの侵害がないようにも見えると。だから要は強制処分を基礎づけることの、ねまあ、権利利益の重要性ないんじゃないかとも思えるという趣旨なんでしょう。まあ、しかし、工具箱に貼られたステッカーは小さく、甲が持ち歩いている状態ではステッカーの有無を確認することが困難。そのように行動上にいる、この辺がポイントなのかな、10行目行動上にいる通常の一般人が認識することができないものをね、P は、事務所向かいのマンション2階通路から望遠レンズ付きのビデオカメラを用いてね、玄関の採光用の小窓越しに、これ普通は行動から見えないんですよ、ドアの上の方にあるからね、事実関係によりますとね、まあ、玄関の採光用の小窓越しに撮影していると、事務所という私的領域内においては通常一般人が行動から見られないものを撮影されないというプライバシーの合理的期待は高いということで、そういうことを考えると、まあ、例えね撮影時間が5秒と短くてももう十分強制処分性を基礎づけるだけのね、重要な権利利益の成果があったんだというような形で書かれてますかね。というわけで、まあ、強制処分だと。で、まあ、これはあの五感の作用でね、まあ、事物の状態を認識するようなものだから、本来検証に当たるから検証許可証がいると、ね、こういうものをこの強制処分の形でやるんであれば、まあ、検証許可証がいるんだけど、それなしにやってるから、まあ、違法だという形でやってますね。うん、私もこれ強制処分に当たると思いますね。どうですかね、皆さんのところね。まあ、私の個人的な感想は、捜査1は、まあ、強制処分に当たらない。でおそらく任意捜査の限界も超えずに適法で、捜査2の方はちょっと強制処分に当たっちゃうなっていう感覚が、まあ、しますね。まあ、皆さんどうでしょうかね。まあ、別に答え決めつけるわけじゃないんで、まあ、自分で考えてもらえればと思うんですけどね。まあ、一応私のちょっとね物差しから考えるとそんな感じの、まあ、印象を受けました。まあ、非常によくできた答案ですね。さてで今度、設問に伝聞証拠なんですけど、これねあのまた問題文見てもらえるといいんですけども、また資料がついてるんですよ。この伝聞証拠の検討するのこれ55ページ領収書と、あと被害者の方があの被害受けた後にねちょっとこう思い出して犯行の時のことを思い出して書いたメモが資料2になってるんですけどね、そんな感じですね。100万円騙し取られたんですよね、不要な工事を、まあ、なんかあこう申し込まれてね、で工事もしてないのに100万取られちゃった。でその領収書が資料1、で資料2の方は被害者の方が後で思い出してこう書いたことなんですけど、1月10日、今日午前10時 A 工務店と名乗る男性が訪問してきた。でその時言われたことということでこの下メモしてます。これ被害者の言葉で書いてあるんですけど、屋根裏に耐震器具はついているが耐震器具に不具合がある、地震が来たら屋根が潰れる、すぐに工事しないと大変なことになる、工事代金は100万円、お金が用意できているのであれば今日工事をすることも可能だ。こんな感じの2つの、まあ、証拠が出てますね。でこれね問題がどうなってるかと言いますと、この後54ページ見てください。問題文、設問に縦1、下線部丸3の本件メモですね。次あの55ページのものでいうとあの資料2になりますけど、本件メモの証拠能力について立証趣旨を踏まえてね、具体的事実を適時して論じなさいということね。立証趣旨って書かれたら、まあ、多分伝聞証拠のこと聞いてるんだろうなっていうのね、過去問やってるとちょっとこうあの推測できるんじゃないかと思うんですけどね。それから縦に、下線部丸4のね、今度領収書だね、資料1の方になりますけど、本件領収書のまあ証拠能力について立証趣旨を踏まえて、ってことでやっぱり伝聞のこと聞いてるのかな。でもこのね、こっちについては立証上の使用方法を複数想定で、ここで思いついちゃうのはあの、まあ、伝聞証拠でもさ、それを本当にそのままあのもう伝聞証拠として使う場合と、非伝聞として使う場合と、あとあの非供述的用法として使う場合があるじゃないですか。精神状態の供述みたいにね、非伝聞として使うものとか、あるいはその物証として使う場合ね、非供述的用法、供述証拠を非供述的用法で使うっていうパターンがありますけど、まあ、おそらく、そういうのを意識してあのやってるんでしょう。で実際この領収書はあのこの100万円
屋根の修理代として領収しましたってところを書いてあるところは多分供述証拠にもなり得ると思うんですよ。でもこの領収書全体が、物証非供述的用法にもなり得るので、確かにこの領収書に関してはいろんな使い方ができるんだろうなというふうに思いますね。でそういうのをちゃんと、全部ね書いてくださいというのが出題の意図だったのかなと思いますね。こちらの領収書に関してはね。ちなみに資料2の方はね、これはもう被害者の方がその犯行状況を思い出して書いてるから、これはもう伝聞しかありえないと思うんでね、こっちの方は特にこう使い方は聞かれてないんですよ。こっちは多分伝聞しかもちょっとありえないと思うんで、この資料2の方はね。でそんな感じでちょっと、回答例見ていきましょう。でこれもね回答例よくできてると思います。57ページの方になりますね。でまず縦1、伝聞法則ってことはあれだね、証文括弧1と括弧2に共通する規範をここで立てちゃってるんですね。伝聞証拠の定義が要は規範になるわけです。でちょっと見ていくとね、人の供述には知覚記憶表現重数の書き方に誤りが入る恐れが高いことから、誤判防止のために反対尋問によるチェックが必要。これは実質説だね。形式説でやってもらっても構わないですよ。最近若い学者の先生は、若い人は50歳で人や60歳の方ですけど、形式説が結構ね最近の学者の先生取られる方が多いですけど、大御所の先生はまだ実質説取ってますけど、どっちも構わないんですけど、反対尋問によるチェックの必要である。そこで裁判所の面前で反対尋問を経てない供述のうちね、でこの要証事実ということを落とさない方がいいと思いますね。これちゃんとやってるね。4行目、要証事実との関係で内容の真実性が問題となる伝聞証拠は、原則証拠能力が否定されるということで、この4行目がこれ規範です。この4行目に書いた定義に当たるかどうかということを当てはめしていきますね。で縦に、本件メモの証拠能力ね。で括弧1、まず本件メモは V が平成30年1月10日午前10時頃体験したことを知覚で、7時頃までにね、午後7時頃までに記憶し、でメモ用紙に表現述したものであると。でこれは裁判所の面前で反対尋問を経てないので供述証拠だと。で次にね、要証事実見ていきますけど、要証事実の関係でこれ内容の真実性問題とならないとね伝聞になりませんので、要証事実をまず分析します。次に要証事実とは証拠から直接証明すべき事実というところを、当事者主義の観点から証拠請求者が提示した立証趣旨を証明することが無意味である以外はね、そういう例外的な場合以外は基本立証趣旨を基準にね、要証事実を見ていくんだという一般的な見解ですね。で本件メモの立証趣旨は、甲が平成30年1月10日 V に対し本件メモに記載された内容の文言を申し向けたことであり、でさっきのほら文書の内容からするとぴったり整合するじゃないですか。だから要証事実はこの立証趣旨に書かれている通りの事実でいいんですよ。ですのでね、17行目、これを立証できれば詐欺罪の欺く行為を基礎づけられるという意味を持つため、要証事実は立証趣旨もうそのままで大丈夫です。この事案はね、立証趣旨を尊重してもそのままこれを要証事実にしていきます。そして、本件メモの内容が真実でないとね、甲が V に本件メモ記載の内容の文言を申し向けたという要証事実を証明できないので、結局ほら内容の真実性問題となりますということで、伝聞証拠ですね、要証事実との関係で内容の真実性が問題となるので伝聞証拠に当たると。で今度伝聞例外見ていきます。で58ページのところですけど、今回不同意の意見が述べられてますので、別の、326使いませんから別の伝聞例外要件見ていきます。そうすると、58ページの3行目、被告人以外の者が作成した供述書ね、供述録取書じゃなくて供述書ですね、自分で作ってるからね、ですので、321条1項3号の、伝聞例外要件を満たすかどうかを検討すると。供述録取書の場合は署名押印がいるんですけど、供述書の場合は署名押印いりませんので、変なこと余計なこと書かないようにね、署名押印いらないわけなんでね、余計なこと書かないようにしておいてください。で本号は、3つの要件、供述不能、必要不可欠性、それから絶対的特進状況ね。でまず1、供述不能に関してはあれだね、記憶障害、意識がなんか回復しないということを医師から診断されてるんで、それで供述不能って言ってますね。11行目のとこ、仮に意識が回復したとしても記憶障害が残り証言することが不可能ということで医師が判断してるんで、だから供述不能ってことね、この辺がポイントになると思います。で今度、14行目で、必要不可欠性のところなんですけど、これ一般的な理解だと唯一の証拠っていうことまでは求められないんですよ。実質的にその有罪立証に必要な証拠というふうに言えればいいんですね。でそういう点から丸2、犯罪事実の存在の証明を書くことができないとはね、その供述が犯罪事実の証明につき実質的に必要と認められる場合のことを言うんだと。で本件ではね、甲と V の2人きりの、空間で起きた事案のため、V から被害時の状況について証言を得ることは犯罪の証明につき不可欠であり、 V が供述調書を作成する前に脳梗塞となり、本件メモのほかに、動詞の証拠がないことから、ほら犯罪の証明に実質的必要、これいい当てはめですね。これ非常にね、
これすごくいい評価を受けられると思います。で今度、絶対的特進状況最後の要件が21行目、そして本件メモが作成された状況を見るとね、被害に遭った、当日信頼する家族である息子に勧められてね、自主的に記載されておりね、わざわざ嘘を書く恐れがある状況とは言えないということで、まあ、絶対的特進状況ね、まあ、特に、信用すべき状況のもとにね供述したと言えるんだということでね、絶対的特進状況もあるということで、321号3号の要件を満たすので証拠能力が認められると、こんな感じでやってますね。でこちらの証文括弧1の方はこの通りね、別にあの証拠の使い方は触れなくて大丈夫なんで、これで答えになりますね。で今度、次の、下のブロックの、ね、4行目領収書、こちらはあのこの証拠の使い方が複数あるんだったらそれを指摘することが要求されてます。で括弧1、これ非供述的用法だから、まあ、物証として使うことを想定してるんですかね。で括弧2、18行目ですけど、伝文的用法って、まあ、なんかこの人勝手に言葉作ってるのかもしれないけど、まあ、これ普通に、まあ、伝文証拠として、まあ、用いるものなんでしょう。まあ、供述証拠をそのまま本当に文字通り供述証拠として、ね、用いるものなんでしょうね、まあ、そんな感じでやってるんでしょうね。で括弧1、本件領収書の立証趣旨は甲賀平成30年1月10日に V から、ね、屋根裏工事代金として100万円を受け取ったことであると。で V の被害供述と合致する内容の領収書の作成者が甲で、領収書から甲、領収書が甲から、ね、V に交付されたものであることから、かかる領収書の存在が証明されれば、ね、立証趣旨を推認することができるということで、あれば、まあ、別にその領収書の存在自体を要証事実にしても証拠として意味が出てきますよね。だから、その存在自体、こういう領収書の司法試験が要証事実なんだと。これ司法試験 の平成27年にもこういうあの多分論証するようなものが、あのほら指紋がついてたってやつあの何度かの共謀共同正犯の事案だったかな。であれでなんか指紋がついてたってやつは多分こんな感じの、あっこれあのじゃないですか、問題文に指紋がついてたとかってあったんじゃないですか。だからそれ書かなきゃダメですよね。これ触れてないから、だからちょっと弱いね、まあ、時間が足んなかったんでしょうけど、私のちょっと講師レジュメ見てもらえますかね、その指紋の点。ああそこが弱いな、この回答例はな。27年の過去問よくやってればまた出たと思うはずなんだけどねまた指紋ついてたっていうふうに思うはずなんですけど、26ページ私の講師レジュメの26ページを見てください。で26ページのね最後の括弧にですかね、立証上の、使用方法に、伝文証拠の該当性で、この次のところ矢印の最後のブロックのところね、本件領収書には甲の指紋が付着し、領収書にある印影が甲の事務所にあった認め印の印影と合致した後の客観的事実と、まあ、領収書の内容立証趣旨を踏まえるとね、本件領収書の存在自体を本件領収書の要証事実として立証し、そこからね、立証趣旨にある通りの事実を推認することができるということで、本件領収書の要証事実はまさにね、その存在自体だということね。で真実性問題とならないから伝聞じゃないよということね、まあ、こんな感じで、まあ、あのちょっと客観的なその指紋ついてたとか、あとその認め印がね、その事務所のものとこう一致してた、印影が一致してたというちょっと客観的なあのちょっと事実の指摘があったら完璧でしたね。これ多分まあ時間が足んなかったんじゃないかと思うんだけどね、まあ、そんな感じのところちょっと思いました。でもまあもう全般的にあのもう前のところがすごくよく書けてるから、もうこれで多分もう下手すると1位とかね、ちょっと分かんないけど、まあもう本当のトップクラスの答案であることは間違いないと思いますね。こんなちょっと欠けてないぐらいね、っていうか逆にまあ多分書く時間がなかったんでしょう。この方だったらそんなことも気づいたはずだからね、 こんな文章を書ける人だからね。で今度はあの18行目、すみません58ページ戻りますね、またあの回答例、再現答案、戻りまして17行目今度伝聞的用法ですね、もう一つの使用方法はね、立証趣旨同様の事実を要証事実として、領収書を使用する場合だと。でこの場合領収書の作成者である甲の平成30年1月10日に V 様から100万円を屋根裏工事代金として領収したという記載内容が真実でなければ領収事実は立証できないため、まあ、内容の真実性が問題なので伝聞証拠なんだってことね。で不同意になっているので、まあ、他の例外要件満たさないといけないよって話ね。で領収書はあの、まあ、物の本によるとね、あのその特進文書ね、323の2号に当たるっていうのもあるんだけど、ただあれね、全ての領収書がそれに当たるわけじゃないんですよ。要はあの特進文書って要はさ、無条件で証拠能力が認められちゃうから、よっぽどのものじゃなければダメなのね。で、例えば公開、あの例示に挙げられてるのは商業帳簿とか公開日誌とか、要は日頃の仕事でルーティーンとしてこうつけてるような、もうルーティーンでやってるような、そういう帳簿に関しては特進状況があるから、あのもう無条件でね、証拠能力が認められてるんですよ。で領収書も例えばコンビニのレジでさ、まあ、領収書ほら
なんかロールになって、紙がロールになってさ、で、まあ、お客さんが来るためにパパ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 打ってやってますよね。コンビニの領収書であればもしかしたらそのルーティンでやってるから多分特進文書で証拠能力認められる可能性があるんですけど、本件みたいにもう本当に特定の名当てに対してさ、そのまあ嘘、ね、お金騙したためになんか嘘の口実誘いかけてね、それで、まあ、その領収書をその人のためにまあ作ってるわけなんだけど、そういうのちょっとルーティンとしてやってるとは言い切れないじゃないですか。ですのでおそらくちょっと特進文書として無条件で証拠能力認めるっていうのはやりすぎなんじゃないかと思うんだよね。そうすると、まあ、この領収書は結局被告人自身が作ったものでね、結局不利益な事実の承認を内容とするものだということで、まあ、任意性の要件が、ね、あれば、まあ、証拠能力が認められるということで、まあ、320以上の話に持ってくるのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。まあ、演習受験生がよく使っている演習書で、ね、あるんですけどね、領収書特進文書に話ちょっと触れているものがあるんだけど、ちょっとこう事案が違うんだと思うんですよ。特進文書で領収書を使っている事案とこの本件の事案はね、ちょっとこうルーティンでやっているような感じじゃないと思いますから、無条件でだって証拠能力認めちゃってすごいんですよその特進文書でね、いやよっぽどのものじゃなければ、ね、いけませんのでね、まあ、今回ちょっとこう行きにくいのかなと。あ、ですいません、この答案であれかな、確か特進文書でやってないんだな、今ちょっとこの答案一見批判して終わりそうになっちゃったけどそういうのやってないですね、すいません。59ページ戻ってください。単に触れてるだけか。3行目、59ページの3行目ね、本件領収書は本件のために特に作成されたものであるため、これはだな、要はルーティンでやってるわけじゃないからって話なんでしょうね。まあ、商業帳簿に類似するようなね、要は例示でね、商業帳簿とか公開日誌とかってありますけど、それに類似するような業務の通常の過程において作成された書面に当たらないということで、まあ、ダメだと。まあ、そこで被告人が作成した供述書として供与されるかを検討するってことね。この方あれかな、古江先生の演習本かなんかやってたのかな書いてあるらしいんだけどね、領収書が特進文書に当たるってこと書いてたみたいなんだけど、まあ、それとは違うんだってこと、ちょっと知識をひけらかしているような感じのところあるかもしれませんけどね。で、今度、領収書には甲が被害者から、まあ、100万円を屋根裏工事代金として領収したという内容が記載されていると。で、これは不利益な事実の承認ということでね、まあ、任意性が要求されると。で、任意性の当てはめ合いが12行目、11行目から12行目ね、甲がかかる、まあ、領収書を、まあ、被害者部位に渡すために自発的に作成ということでね、任意されたものである疑いがあると認めることはできない、まあ、任意性があるんだということで、3221項のね、伝聞例外要件を満たすので証拠能力があるという形でやってますね。まあ、全般的によくかけてますね、この係争のとは非常に、まあ、よくかけてると思います。まあ、で、まあ、これ今ね、この授業、まあ、試験が終わってからまだ6日しか経ってなくて、多分一番早いんじゃないかと思うんですよ。こんな形でこう答案にどんなことが書いてあったのかとかね、あと講師の考え喋るのは多分これが一番最初だと思うので、まあ、今後多分、まあ、次第の指示が出ないと分からないところもありますので、あとあまりこう、まあ、難しいことは気にせず、でもし、ね、まだ勉強続ける、あるいはこの試験受かったことを前提に今度司法修習の準備するってあるので、まあ、もう淡々と夏の間に、まあ、必要な勉強をしていってください。次回ね、来年また受けることを覚悟している人も、あと司法修習に行くって人もね、とにかく夏はもう普通に勉強していくというのが一番ですのでね、まあ、そんな感じのところで本日の講義は終わりにします。どうぞ。じゃあとりあえず、改めてね、皆さん本当に試験、お疲れ様でした。とりあえずまあしばらくね、ちょっと骨を休めて、で、またちょっとしばらく経ったところでまた次のね活動に向かって頑張ってもらえればと思います。じゃあ今日はこれで終わりにいたします。